どうぞ。はい、おはようございます。昨日から引き続き永田日暮し配信です。どうも、永田です。日暮しだろうか。よろしくお願いします。今日は昨日言ってたトイ選手を、トイ選手、トイ選手をさっきあのテストプレイで日暮さんやってたけど俺がやったの簡単だったけど 70% とかだったけど、なんかね、難しいからね。やばいとよく、多分やったことがある人よく言ってる、ね、やったことある人はね、よく言ってるから別が言ったらケツにキュウリまで、ケツキュウリはね、あのケツキュウリは怒られるので、あの今回あの固定コメントね、固定コメントと、あとあの概要欄コメントね、ちゃんと作った、ね、ちゃんと作っておきました。はい、はい、とりあえずあのワンステージごとあの間違えた問題文だけ、俺の苦手なキュウリを農家の方に感謝を込めて好き嫌い克服のためにかじります、うん、まあキュウリか、昨日もね、キュウリはいらないです、はい、キュウリはちょっとキュウリいらないよって感じだったんです。キュウリは好きじゃない、そう、好きじゃない、キュウリいらないよって感じだったんですけど、まあ、まあ、いい大人で好き嫌いをするのは良くないということで、確かにこのガンダム系戒めを込めて、これここで今日のトイ戦士でキュウリを克服すると、はい、トイ戦士であのガンダム系、ガンダムクイズやりながらキュウリを克服すると。日暮さんには食べさせてないと、俺キュウリ苦手じゃねえ、日暮さんはあの別に普通に食います。好きです、普通に食います、はい、であとはあの問題全然みんなも全然参加していいんですけど、うん、あのいや、よくわかんないけど、どうそういう状況になるかわかんないですけど、うん、あの他人にあの知識でマウントを取ったりするのはやめましょう。昨日は OK だったけど、昨日は大丈夫です。昨日はお辞会だったんですけど、今日はね、今日はあの戦争はしないようにしてください。今日は戦争はしない、二人だけの戦争です。答え返ってしまっても構わんのかって、まあ、コメントを、コメントをあの見れないよね、あの見えないよ、リアルタイムでカンニングができるわけないし、あ、まあ、基本見ないようにするので、まあなるほどね、はい、はい、そういうことなんで、まあ実際、まああのお前のガンダム知識と俺のガンダム知識なんてさ、もう俺が知ってて永田が知らない知識多分マジでないから、あ、まあ、正直お前のもうお前、俺がたまたま横にいるだけでお前の勝負なんだよね。まあじゃあ俺が分かんなかったらヒグさん、じゃあ運ゲー答えてもらおう。まあ俺は運あるよそりゃ、はい、じゃあ一応ヒグさん、何、キュウリを洗ってきてください。ああ、もういきなりか、はい、そういうことです。事前に準備、はい、じゃあ洗ってきます。はい、洗ってきてください。もう負ける気満々じゃん。はい、もう負ける気は満々です。あ、そっか、別にマイクは聞こえるもんね。マイク聞こえます。ちゃんと水の音も聞かせてあげてください。はい、あ、もう一人の方は誰だ。もう一人はね、俺のあの全国の相方のね、あのまあ6年前なんですけど、日暮さん、え、冷蔵庫入れたんだよ。あ、よかったよかった。はい、パパッと洗ってきて。ハサミどこ、ハサミ、あ、ごめん、ニッパーしかねえわ。はい、違う、あのキュウリも切るじゃん。え、キュウリ切らないの、ここの。別にもう横からガブっていきゃいいやん。あ、そっか、ガブリエル長田です。お前だからいいんだ。はい。ドレッドノートの人ですか。おお、覚えてる人いるじゃん。あ、そうです。やるやん。やるやん。オンダさんね、オンダじゃないね。あ、オンダとね、そう、ゲームオプションはこれほぼっていうか、そのまんまだね。アーケードモード難易度は普通っていうか、まあ最初は簡単でだんだんハードになっていくやつなんですけど。まあ、これもこんなもんだな。パチプロの方、あ、そうですね。あ、そう。あ、そうなのか。ありがとう。まあ、やっぱパチンカスで、あの遅刻してきた人っていつも言ってるんで。遅刻は、あのあれね、遅刻ってかあれじゃないの、あの全国練習を一回ブッチしたやつ。あ、そう。あ、それは。ブッチしたやつって知ってんじゃん。いや、それはまあもう有名。なんかタオル持ってこようか。あ、そうです。よいしょ。全国練習のやつはまああれはね、あれは仕方ない。いやいや。仕方、泣くないわけねえだろ。あれは仕方ない。はい、じゃあ、はい、しっかりと洗ったキュウリをここにセットします。はい、セットします。まとりあえずね、1個だけ。はい、はい、よしはい、で、あ、耳つけないと。はい、じゃあやっていきましょうかね。大手がもうすでにいろいろいただいてます。あ、本当だ。え、めっちゃ今日何度、はい、いただいてます。はい、釣り替えさん、いつも乳首大です。あ、何、いつも、これ定番、なんかめちゃめちゃもらうんですよね、乳首。あ、じゃあ始める前に100円、ありがとうございます。本当に罰ゲームのキュウリの年貢。罰ゲームのキュウリ年貢です。確かに、こんなもんだ。なんかあのちょうどなんか訳ありキュウリってやつを買ってきたんで、ちょうど200円、あの折れ曲がってたり傷がついてたりみたいな、まあ、そういうかわいそうなキュウリたちを俺が救ってきました。はい、キュウリを救いで、タヒスさん500円あざます。こんにちは、2日連続お疲れ様です。昨日のネクプラに引き続き楽しませていただきます。ありがとうございます。濃いよ。で、小川森さん、兄貴の好きなキュウリです。ケツに入れそうじゃねえか。ケツには入れません、大丈夫です。小川森さん、あざます。で、井田崎翔さん、だったらクイズで勝負だ。あのね、この問い戦士、あのただのクイズゲーじゃなくて、うん、一応なんかこう無駄に背景が練られてて、うん、
あのミノフスキー、あ、ミノフスキー粒子分かりますか？それは分かる。はい、レーダー、それで、そう、レーダーが使えなくなったんで、うん、仕方ないんで、じゃあクイズで勝負、戦争しようっていう。あ、何？あ、ゲームの背景。あ、ゲームの背景、はい。そこもあるんだ。すごい。そう、クイズで、あの、そう、戦争ね。雑じゃない。そう、雑じゃないんです。雑じゃないね。はい。よし、じゃあちょっと、勝つにさっさと選べって言われてるんで、じゃあアーケードで。1人。あ、2人。はい、あ、まあ、とりあえず、ヒグさんは、あの、ガリア。これ、アムロと、アムロと、これ左だろ。これ、クリスじゃないの？おぉ、アレックスの多分。よっしゃ、行くぞ。アーケード。これってあれ、デラックスってついてなかったらゲーセン版？まあ、多分そうなんでしょうね。そこら辺は多分レンジと同じです。あ、そうか。レンジデラックス。大戦闘入り。おぉ、ブライトさん。これキャラ選びです、ね。鈴木さんの声。え、キャラ関係あんのこれ。あ、え、攻撃力とかあるじゃん、これ。攻撃力とかね、いろいろなんか、え、何これ覚醒能力とか。選択資源。アムロ最強じゃねえの、まあ、いや、わかんない。どうせお前アムロの真似するだろ。雑に。え、そのあの、若いおさむいで。行きます。洗濯しよう。何やってんのいいな、それ。おお、こ、あ、アムロ。いやいや、ここやっぱ、ここって。ここ長田作の。いや、長田でいきます、これ。長田？はい、長田。なんかガンダムっぽくない？あ、ガンダム長田？そう、いや。マックベみたいなやつ。ああ、そうか、これで、あ、こっちで天な話が。ここの時、あの、やっぱ、てか、文字数少ないな。長田、ギリギリ長田が入るよ。またブライトさん怒ってくれる？え、怒ってくれるかな。ちょっと待とうぜ。あ、あ、あの、ビビ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 ってなってる。作ってあんな、このゲーム。すごい。作り込んでる。よし。ジオンの拠点を攻略し、お、進路を開け。BGM が。ザック2デニム。あ、4択クイズとか。あ、一番最初のだね。はい、以上。あ、で、あ、これ、あの、右下にね。え、てかさ、このゲーム何フルボイスなの？何これ。あ、一部フルボイス。全部声あるよ。そう。これだから右下見てもらえば分かる通り、このあれだとガンダムと、多分選択遅いよ。何やってんの？ちょっとこうなっちゃうんで、ちょっと配信中なんでブライトさん。これはね、あの当時放映してた初代からシードデスティニーまで。シードデスティニーか。でプラスアルファプラモデルとか、あの外伝作品。それこそアドバンスオブゼータとか。何年前に？ガチ18とかそれぐらい？いやどうでしょうね。しかもオープニング始まった。ガンダム大地に立つ。大地に立つ。いいな、ここ。お、来た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 。さあ、最初はやつだ。やつが来たんだ。クイズで答えて敵を倒せ。クイズスタート。はい、初代から、巨大大型兵器を何という、まあ、こんな感じで、はい、まあ、モビルスーツ。まあまあまあ、まあ、ボタンあれだな、間違い。ちょっとこれあの正解したんで止めるんですけど、あ、止まるんだ。左下 のタイムのさ、左側あの、うん、ゲージがあるじゃん、うん、これあのなくなると、うん、あ、まあ早押しだよね、うん、なくなると失敗なんですけど、はいはい、早く押せば押すほどあのモビルスーツが強力な武器ですから。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。これ早めに答えられたから、あのビームサーベルで攻撃できたんだよ。え、でも中くらいだとビームライフルになって、で制限時間ギリギリだとバルカンで攻撃ってなって、知らんかった、あの威力が減るんですよ。へえ、はい、なるほどね。じゃあ早い方がいいんだ。でも早い方がいいです、ね、押し間違えても押し間違えたらまずい、まあ、そんな感じで。なるほどね。はい、2問目、はい、ザクレロとは何のこと。モビルアーマーですね、はい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 、まあ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 、まあまあ、あ、で、あれコンボボーナスみたいのもある。あ、まあなんかそんなのあるんですね。サラを逃がしてしまったカツが、これゼータですね、反省を流されるために入れられた部屋は自習室ですね。え、もうすごいね。あ、終わった。で、ほらビームライフルだったじゃん。おお、オーケー。お前さ、今の問題俺さっき練習でやった時間違えたわ。自習室入りだっていう。キュウリ食わなかった。キュウリ食わなくていいだろ、間違えてないんだから。ジオンの拠点を攻略し、進路を開け。おっ、シャア来た、シャア来た。シャア、シャアですね。で、まあさっき言いそびれたけど、あのちゃんとこれガンダム、ゼータガンダム、ね、逆者、シードの問題が出ますよってことなんですよね、これ。4種類からね。はい、はい、そんな感じで。正直あのここから難しくなってくるんですよね、いきなり。え、もう、あ、まあ、シャ、まあでも普通に考えたらシャアは強いよな。うん。弱の攻撃を退け、傷つきながら。強いから大塚明夫さんが喋ってくれるんですよ、ね。赤い彗星の本領を。いや、緊張するな。いいボイスや。ガンダム。本当にね、いや、こっからマジで難しくなってくる。え、これすごいね、作り込んだあんね。ゲーセンの時。お、シャザクだ。起きた。1800。おお。連邦軍のモビルスーツの性能。いや、来ましたね。で、で、で、来た。シャザク。クイズスタート。シードから。シード。問題。シードより嫌いもとの。え？幽霊、幽霊。え、すごいね、お前マジでわかんない。問題。すごいな。あ、そうか、初代から41。シャアのゲルググが、うわ、あ、どっちの腕だ、どっちの腕だ。昨日見た左じゃないこれ。左？違ったらごめん。
シャア、いや右腕っぽい、あ右か、シャア覚悟、よろしく、はいすいません、俺を信じるな、俺を信じるな、俺は罠だ、そうだ、ゼナザビの、あゼナのは見ればですね、えすご、逆者から逆者、ネオジオンの形状化はまるまる、え外観からの、もう運ゲーじゃないこれ、いや訪問数、うわあ、ちょっとまあまあ、とりあえずやる、1キュウリ、監督を務めているのは、あ福田だ、福田さんですこれ、ペイントなんだね、あれ、ここ撤退、ああそうかそう、原作的にあの倒しきらないのね、はい、じゃあ一かじでしょ、あもうかじっちゃう、さすが、あかおいしい、おいしい、キュウリはおいしいから、おいしい、なあ水、あ水ね、水ね、水でな流し込むのね、うわすげえ、めっちゃキュウリの匂いする、これまだ2面、あ2面です、これ大丈夫、キュウリ足りない、この後味がいや作り込んであるね、このゲーム、はい、うまっ、キュウリって苦手な人はね結構いるよね、後味がいかんのよ、うん、なんかね後味と、あとなんかやっぱ食感とか生臭、なんか綺麗なアムロ、3階級確定しました、えこれでなんかあの適当なところ行ってあのギャルゲームできる、恋愛シミュレーションゲーム、はい、どこ行きます、どこ行きますか、えどうしよう、えセイラさんどこにいるの、わかんねえもん、どこ行きたいか言うんだよ、モビルスーツデッキ、モビルスーツデッキ行きますか、はい、なにこれギャルゲー、いやカツレツ、キッカツ来た、ガキの方が来たんだけど、あ長田だ、うわーい、ええ問題、はい、シャーズナブルが乗ってくる、あのここはあの簡単なのが出てきて、うん、好感度が上がって、うん、で好感度が上がると、うん、クイズ中あの支援してくれるんですよ、あちょっとこのえこれアーケードも同じある、あそこはそうだ、あるんだ、おうセーブ、あーまあセーブしとくか、とりあえず初期にちょっと実機ですから、でこれまたあのこれこれ あ選べるんだ、選べる、えアイナサハリン、これじゃあこのガネムのさんとこ行くと4択クイズになって、うんうん、でこっちのビジュアルクイズってあの絵を見て、どっちがいいの、あビジュアル行ってみるか、オッケーオッケー、まあそうだね、しかもアイナサハリってあれでっかいモビルスーツじゃないの、アプサラスだね、あそうそう、え強そうじゃね強そうじゃね、かっこ適当、あ、UMD なんであの読み込みが遅いです。で、ここも大塚明夫さんがしゃべって、え、すごいよ、これめっちゃしゃべって。大塚明夫さんの仕事量半端ない。ちょっと待って、しかもこの BGM がさ、嵐の中で輝いてなってんだけど、ちゃんと。で、じゃあタイトルコールもね、あのちゃんとその時の、あの、あ、あれ ?08 の、08のあれがやってくれるの、ほら。え、すごいよ、このゲーム。めちゃめちゃ作り込んである PSP で。あ、お、これ原作だとエアーがなくてさっさと行動しなきゃって時なんですよね、すげえ普通にフルボイスだね、普通に17歳喋ってるよ、 60秒以内に3問答える、はいはい、はい、初代よりモニターに映る画像を見て答える、うん、ザクを攻撃して、これはガンダムハンマーですか、はい、山越えハンマーとかで、うん、ビッグハンマーとか、井上きっこさんのフルボイス、この女性たちが、これね、これガルバ、これガルバです、あま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 あ、でまた初代より映る画像、グレートできんじゃなかったっけ、危な、俺ギレンとかだと思いそうだ、これでまあまあこんな感じで、ああれか、こいつと戦ったわけじゃないんだな、この状況、あそうそうね、そうなるほどね、シロじゃなくて長田と、長田です、ね、長田と、確かアイナとかもなんかギャルゲーできたような気がするんだよね、えそうなの、うん、なんかいやなんかいやすげえもうおぼろげだけどね、昔ねマジであのアーケードのやつやってガチで雑魚狩りされたから、これ100円かけてやるゲームじゃないですか、確かにおでこれどうする、マゼラン、これワッキン司令官のとこ行くか、うん、これ、ま、マルバツクイズで、こっちはシャアの、シャア強そうじゃね、じゃあ4択行くか、シャアでいい、シャア強そうだけどな、どうぞ、よしもシャア行くだろ、シャア、シャア、シャア、絶対帰ってきてね、フラウボーですね、大剣突入、でここは初代だから、テュリルーン、テュ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 ンとか、
敵もモビルスーツを発進させたよ。マジフルボイスだけど。援護しろ。我々は二手ちゃんとシャアとかさガトとかが問題って言うんだよ。マジでめちゃめちゃ取ってあるじゃん。あでもシャアいなくなっちゃった。エトセトラ。これはなんかガンプラモビルスーツ。あお肌の触れ合い通信これ。は？てかお前文読むのも早っ。え？初代から。パーティー会場でガルマと口づけを交わした女性の名は？わかる？え、わかんない。キシリア。あ、違う。キシリア。いや、こういうの。キシリアってキシリアザビか。それ兄弟で注射が。ホワイトベースとシャアの時ザンジバギとの最初に発射したら、いや、わかんねえこれ。いや、待って、全然わかんない。いや、わかんねえこれ。うんげ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 。すいません、これはわかりませんでした。あと、ジューンだったよ。シャア死ぬやん。あ、え、なに？お、選択肢減少。選択肢減少。助かる。覚醒使った。こんな感じで、あの、勝手に。アムロが避難するためにえ、似たけど分かんないって。俺黄色だと思ってたんだけど、どうせ青じゃないこれ。あー地球に入ります。まあとでね。小賢しいと思う。小賢しいと思う。シャリアブルが、これあのブラウブロですね。あのちゃんとあ文字が、ね、ちゃんと文字を、ね、文字が選ばないとね。問題でさっきのザックがやられて、ああそういうことか。さっきのザックか。ガンタンク出撃したものを竜に強制排除されたのは、えこれハヤトじゃね。いやジョブジョンって誰。てか負け、普通に終わっちゃうよこれ。結構負けるこれ。大変なんだよ。ムーンレイスが施設作業に使用するのは、え何これ。えモビルリブじゃなかった。あよしよし。マジでわからん。問題。シャリアブルと一緒に出撃したのは、え、ちょっと待って、ってシムセ。よし覚醒使うのかな。勝手だからね。無彩級の戦艦は特命。何それ、マジでわかんないんだけど。わすごいなお前。あーこれで、あーこれで、あークリア。何キロ。1119。あれ1じゃないっけ。ごめん、ちょっと、ま、あの俺もバカすぎてもう忘れちゃった。長田何回間違えたっけ。 1だよね確か。 1?2? エレカで間違えたもん。あでも似た色間違えた。色間違えたわ。2だ。え2だ2だ。え、色、あの二択でやつで間違えたよ。で、2回かじれよ。2だっけ。ちょこコメント教えて。バカすぎてさ、あ、2だって。バカすぎて、あの 3分前のことを覚えてない。うますぎる。うまい。キュウリはうめえよ。うまい。あー、これ原作のね。これ原作であるセリフだけど、でも取り直してんのか。わからん。うわーはないんだね、セーフ。いやー、なんか体が健康になっていくのを感じるよ。キュウリ健康になんでんだよな、あんまり。野菜だから気持ちが。よくやったぞ。お、これ体力回復しないの？もう200ぐらいしかなかったけど。だからああ来た。あとどうする？どうする？どこ行く？え、どうしよう。でもなんか丸行ったらまたさっき滑裂きっかいそうだしな。ちょっとお姉ちゃんのところに、ちょっと資質に行こう。おお。あ、未来さんじゃないですか。あ、未来さんかこれ。何か用かしら。なんやーみたいな。いや、え、Gガンダムから未来だったの。スーパーモードになったドモンの髪の色は金ですね。はいはい。あのこれ正解すると体力は減らないんですけど、うん、嫌われます。あ？好感度が下がります。未来さん何？ドモンの髪の色間違って嫌ってくるの？嫌ってきます。えぐいなお前。キュウリって栄養価最低レベルです。さあどうする。あ、これ名場面クイズとかあるんですよ。もう一個はどっち。いや、これ名場面クイズ面白い。ああいい。もう一個。あ、OKOKOK。これね、会話を続けなきゃいけないんです。え？まあまあ見ればわかる。まあまあまあ。ちょ、これフルボイスでちゃんとあるのいいな。実質に閉じこもるアムロにブライトの鉄球。うますぎる。キュウリ。なんかすげえ虫がかじった後みたいな。てか六本で良さそう。6本もあるけど、うん、このあれペースならかじるだから全然良さそうだな。お！会話を続けろ。おお！え、てか体力回復しない。やめてくださいよ。ちょ、お前もフルボイスでしてよ。あなた自身がやればいいんですよ。何？ブライトさん、そうそう、できればやっている。貴様に言われるまでもなくな。おお、これお前もうスイスイじゃない。いや正直わかんない。えからやってるんじゃないんですよ。バシッ。お、ああこれはな、殴ったね。これはすごく強くつねったね。腕をねじり上げたね。お前いつもつねってくるじゃねえか。あのちなみに、ああそっか、これやれば止めれる。あ、止めれる。はい。あ、まあまあ問題は見えなくなんですけど、ね。あ、まあそれはそっちの。ちなみにあのまあキュウリのためだから間違いないんですけど、うん、間違えてもそのセリフを言ってくれるんですよ。あ、ええ
じゃあそれあのー、だから普通に古谷徹さんがそうすごく強くつねったねを言ってくれるんですよ。え、古谷徹さんが喋ってくれるの？はい。え、すごい。あ、そう、これアーケードが終わったらこういう名場面クイズだけ絞ったやつとかあるんで、じゃあそことかで。え、お前それはアーケードで知ってたのじゃん。アーケードで知ってた。これでもアーケードだと試せないよね。試せない。間違えたら勝手に喋る。そこ声取ってあんのかよ。はい。すごい詳しいな。殴ってなぜ悪いか。してわめいていれば気分を晴れるんだからな。僕がそんな安っぽい目がおおすげえ、ごめん、流れてくる前に喋ってる。バシッ、これは俺もわかるよ。二度もぶった。二度もぶった言うんだ。親父にもぶたれたことないのに。いや、これね、ガンダムオタクで盛り上がるやつです。いいなこれこれいいよね全部喋ってくれるし。俺はブリッジに。え、こっから怒んの？いや俺なこれもう終わっちゃったけど。あ、貴様は虫けらだ。けらだ。え、でもこれ4問目じゃない？で5問目。これどこが来るんだろう。残念だよ。ブライトさん、バカおるやん。あ、ガンダムに操縦方法のテレキシャってあるんでしょ。なんだろうな、自信を持てない人嫌いようかな。自分のやったことに自信を持てない。あ、こちげえわ。嫌いよ。じゃあなんだ。クラボ、ガンダムの操縦は君には無理だよ。悔しいけど。あ、僕は男なんだから。僕は男なんだな。おお、このいいねこれ。いや、これいいでしょ。いいね。これはいい。クリア。オッケー、オッケー。ノーキュウリ。ノーキュウリです。ノーキュウリ。なんかローギュールみたいな。ノーキュウリ。トイ戦士バーサスハブで発表してください。これすごい作り込まれてる。え、何これ。これはノリスのノリスザクの4択クイズで、これがガルマ。これはガルマじゃない。ガルマ行く。ガルマ。あ、でも丸バツか。あ、これ丸バツクイズですね。あなたならやれるわ。お、すげえ、ガルマがもう後ろに。これもなんかガルマ。ここら辺ぐらいまで俺やったことあるんだよね。まあ普通にゲーセンで。ホワイトベースに最後の特攻をかける。ガルマチル。ガルマチル。これ初代のこのパーフェクトクリアでご褒美キュウリじゃねえよバカだね。測ったな。おー、シャア名言じゃないですか。私とてザビ家の男だ。無駄死にはしない。2000HP ある。20問以内に敵を倒せ。俺あと1回間違えたら死ぬんだよな、ね、はい、初代より問題だ。アムロレイの一年戦争の終結は開始年と同じ。あ、そうなので初代30。シャアは自分の乗ってるザンジバルにザクレロが積まれていることを知らなかった。ちょっと意味が分かんない。おー、いや、今運ゲーだろ。いやビクロは知ってたけどって感じだった気がするんだよな。まあ、ちなみに運ゲーです。ホワイトベースのクルーブであるジョブジョンはメカニック。いや、ジョブジョンメカニックじゃなくない？ジョブジョンって誰？問題だ。ジョブジョンってあの金髪の人じゃないの？いや、もうそれが分かんない。初代地球にあるアムロのは佐渡で。いやー違う。時間ない。いや違う。いや結構運ゲーこれは、まあ、二択だからな。うん、また初代。これやっぱ初代のね問題が多いです。ガンダムに取り付けられたバギーは8輪である。8輪なわけなくないか。おいこれは分からん。で、まあ、初代多いこのゲーム。ランバラルが着ていた士官用のコートには両胸にある階級章がある。てかもうこれ多分全部あ違うわ。スターダストメモリー。ザメルは砂漠での運用を考慮し関節部を布のカバーで覆ってる。天才ゼータガンダム。アナハイム社のメラニーヒューカバイン。そうです。はぁ、あ、何それ、なんで知ってんのお前これ。マジですごいんだけど。義務教育だろ。いや、レコアロンダは一年戦争時にゲリラとして連邦。いや、これわかんねえ。なんだレコアさんって。適当。うわこれ、あ、なくなった HP。 あ、コンティニューできる。まあ、これもコンティニューするんじゃない。スタートボタンでコンティニューできるんですけど、まあまあまあ、これコンティニューした時、敵にセリフがあります。一番ガンダムをうまく使えるんだ。とりあえず2は、測ったな、レコネームすげえ、全員のじゃあるんかな、これ1ね。ホワイトベール、マサキは女性である、はい。え、マサキで女性なの。マサキは女性です。カミーもびっくりだろ。問題だ。はい、初代より、ハヤトコバ。はそんな小さい。いや、小さい。彼小さい。え、そんな小さい。150センチが知らないけど小さい。小さすぎた。はい、初代。最終よりシャアが敬礼した手は、待って。どっちだ。私からの手向けだ。よしよしよし。おお。はい。ま
丸バツは丸バツでやっぱいっぱい問題があるから難しいね。2キュウリ1じゃない1だっけ。今の1問失敗して死んでだから。でキュウリあった作って考えたのあれだったね。好評いいね。ちゃんとリスクがある。おいしいおいしいおいしい。エリア正解です。 90% てかすごいな。マジで問題の意味がわからんものばっかなんだけど俺。これ見てる人たちわかんないだろこれ。昨日のネクストの配信よりもさらにオジの問題なんだけど。なんでお前わかるの。通算4キュウリ、キュウリカウント入ってる。今4キュウリ。なんだほら、なんか、え、ジャブローから新しいモビルスーツが届いてる。新しいモビルスーツでしょ、以外なんかあんの。なんだ。大体わかる。え？え？あ、アレックス。G3 だ。G3 とかあんの？じゃあ G3 乗るっしょ。あ、これがあの上からあの早めに答えられたら一番上の230ダメージとビームサーベル。ちょっと性能。え、初代はどう。初代はまあ夏がまあちょっと G3 の方が高いね。まあだからまあ一応初代の方があれだもんね、古いっつうかこっちの後継機だもんね。 G3 とアレックスの方が、うん、よしよし。G3 までいるんだ。はい、じゃあギャルゲーしに行くか。ああ、ギャルゲー。さっきは資質行ったから。じゃあブリッジ行くか今度。あ、そうだね。ブライトさんちょっかいかけようぜ。あ、ブライトさんなの。いや、わかんない。わかんない。誰か。え、フラボ。なんで。調子良さそうね。トワネイガンダム。主人公の名前は、はい。ロラン・セアック。おー、いいですね。オッケー。ここはいけるな。いいね。正解。まあ、ギャルゲーのところはやっぱ簡単に乗ってるから。なるほどね。なんか、適当な。意味をつけてもらいます。ああ、称号があんの。はい、空の獅子って読むでしょ。 PDF2015 優勝の称号が。やべ、やっぱ熱くなってくるな。熱くなってくる。お、え、ギレンザビどうする。え、ギレンザビってラストじゃないの。これ名場面クイズ。あ、名場面行く。え、名場面のおもろくない。これあ、おもろいよ、うん、あ、そういうことで、ね、あれだ、演説か。あ、演説いいね。演説行く。演説パチスロの、あ、パチンコの疑似練にもなってるから。いや、来たね。持ち味を生かしたね。ちなみにあんまりわかんない。これあのガルマが死んだ時の演説ですね。はい。パチンコ、ガンダムってパチンコに 4,5 回なってるからな。まあ、いっぱいね、サワリの近くもなんかずっとバナージがユニコーン。ユニコーンじゃない、初代だけで4回ぐらいなってるから。あ、そうなの。すごいね。おー、いいね。そういう問題出てくればいいね。なんか初代がパチスロで何回こう。ああ、そうパチンコの問題トイ選手でやってほしいね。ジオンの脅威。お、絶対坊やだから。坊やだからさ、4問だ。4問。私の弟ショッカーが愛してくれた。ガルマザビは死んだ。なぜだ。坊やだからさ。シャアもいけるのか。だってもうこの A 出てくる時点で100坊やだから出てくれ。ここら辺でちょっと怪しいんだよな。この悲しみも怒りも、この怒りも、この悲しみも怒りも忘れてはならない。ここちょっと真面目にやるぞ。死をもって我々に示してくれたのだ。ここあの漫画版だとアムロがギレンザミの演説してるモニターにパンチかましたやつですね。ああ、あれか。この勝利こそどこか来るんだ。戦死者すべての最大の慰めとなる。銀河番長さんも全然喋るからな。立て悲しみを力に変えて。お、怒りに変えてじゃん。あ、悲しみを怒りに変えて。怒りに変えて。立てよ国民。ジオンは諸君らの力を欲しているのだ。演説も聞けちゃう。お、これわかる。え、ジオン、え、ジオンじゃないの。おー、いいですね。あと1問終わったか。4問。あ、終わった。あ、ノーキュウリです。なんていうかな、あのさっきのパンチしたって何。お、何、あれじゃないんだ。あの冒険王版っていう。あ、それなんだ。あ、そう俺あれかと思った。オリジン。あ、オリジンじゃないの。あ、違うんだ。オッケー、ノーキュウリ。さあ、これどうする。アプサラス。アプサラスと、あ、ランバラル特攻の4択クイズ。こちらアプサラスの4択クイズ。ランバラル見たくない。あ、ランバラル見たい。初代好きだね。いいね。初代さ、一応俺見た記憶はあるんだけど、なんでオリジン読んだんだかな。途中まで読んでて、
だったかな。なんかあれでしょ、うん、温泉とかで読んだんでしょ、うん、そうそうそう、花勝負、うん、そうそう、そういうとこで愛知県民は分かる。でも覚えてないんだよね。やっぱお前覚えてるのすごいわ。いや正直あのこんなキュウリ食う、こんなに早く食う予定はなかったんですけど。あ、おほら、え、ちょ、歌流れ、え、大丈夫これ歌、あ、これ大丈夫、歌は流れないです。あの、BGM だっけか、はい、これ、ミロエさんのおかげでタイマーがチン。あー、なるほどね。好感度上げといてよかった。よかったよかった。グフ来た。え、グフモデルもかっこいいな、結構。グフがかっこいいやな。HP1000。ビクトリーガンダム。V ガンダム絶対わからん。え、おー、いいね。選択肢減少助かる。エクスレバースト。あ、これはこれ分かる。いや、これ簡単なので来ないでほしいな。ああ、そういうこと、ね、確かに確かに。これランダムだから完全に。あ、そうなんだ。 V ガンダムよりアメリカ中央部を進撃するモトラット艦隊リガミリティアはいやー、これモビルスーツ誘爆な気がすんだよな。いや、いや、どうだ、うわー、わかんねえ。1キュウリです。あ、1です。キュウリカウント誰かお願いします。水中用モビルアーマーはグラブロです。あ、あ、これは初代の問題か。はいあ、逆者、逆者、逆者です。ギュネーとレズンの言い争いを、いや、これグローブな気がするよ。スパナかよ。いやー、はい、2キュウリです。セットだ、2キュウリ。先行のハサウェイ、主人公の名前は大丈夫、オッケー、ハサウェイの、いやー、意外と覚えてね。先行のハサウェイがもうここでもあるんだね。セットだ。地球を訪れた表向きの理由、これ植物観測官です。おー、ってか、なんかタイムリーな問題出してくれるね。たまたまなんだけど。デビュー作だった声優は、これ坂口さん。坂口さん、はい、坂口さん、声優さん。はい、これはちょっと止めて、2キュウリ、2キュウリですね。キュウリ、ビクトリーも、え、てかお前予習してないガンダムってない、あのアニメは全部見た。うん、わかんない、わかんないの、わかんないんだ。え、でもここの作品に入ってる、だからビクトリー、ジーガン、ウィング。あ、でもちょっと自信ないのはジーガンとシードとシードデステリー。あ、でも一応全部は見たことあるんでしょ。たぶんお、マゼラトップあるじゃん。あと、あと何これ2キュウリかじって、なんか涙流してます。これ勉強は憎しみ深く。あ、そっち行く。もう、あ、で、ここしかない。あ、ないの。あ、ないんだ。多分ランバラル倒したから強制的にここに来るんじゃないかな。戦死したランバラルの意志をハモンが継いだ。あれ、あのカイさんじゃなくて、あの、うん、あれあれ、あのリュウさんが、あ、リュウさんが死んじゃうとこだよね。はいはい。激闘は憎しみ深く。てか、オープニングコールってあれだったんだ。ブライトさんだったっけ。え、尺しかねえ。タレコ国交するつもりだ。一撃でも食らうと大ダメージ。あ、大ダメージ。そういうことか、間違えられないんだね。背中に確かにやられたもんね。あ、うん、覚えてるね。そう、背中にこれ、うん、くっつけられてる。もうやられてるもんね。カーゴ前に、前に、前に、前に。これじゃあ間違えたら負けなんじゃね。はい、初代から。ギレンザミの山頂はこういうのだよ。ファックえ、高そうじゃない。高い、高いけど。2メーターはないだろう。いや、190から200を押す俺は。おー、あー、これ、運ゲーだろ。はい、これは、あの、わかりませんでした。これ、てか、でかいな、ギレンザミ。でかいね。IQ はね、なんか200超えってのは知ってんだけどね。え、ギレンザビ勘弁してくれ。リュウ、勘弁してくれよ。これやばいな、今の。いや、もうこういうことしてくるから、このゲームは。一発で死にそうな問題で、185だよって書いてる人いたけど、何もんだよ。ググってないならすごすぎるだろ。はぁ、リュウさん死んじゃった。リュウさん死んでしまいましたね。リュウさんで、あれだな、あのスレッカーさんが仲間なんじゃない。ああ、そう、そこら補充で、ね、あのジャブローでね。すげえ。いやぁ、よくやったぞ。ありがとうございます。ちなみに大丈夫な、スパチャ読むタイミングは。あ、後で、後で読みます、読ませていただきます。よろしくお願いします。あ、これ2の作乗ってきたんだよ。時系列違うんじゃないの。まあそういう問題じゃない。だってもう1年戦争で一緒になんか WAT3 とかやるからね。まあそっか、次2のに行けますか。オッケー。ヘリの IQ は240です。ドズル192じゃないって書かれてる。ま、なんでさっきからさ、フラボー。はい、いや、まあフラボーこっち気があるんでしょ。はい、ダブゼに登場したキャラクターはジェリー、ハマ、え、ハマン、ハ、え、ハマンコンじゃないの。素晴らしい。どういうの。正解。正解。あ、なんか虚勢落としね。なんかアクシズ落としするやつみたいな。なんか悪い、悪者になり始めてないか。悪者になり始めてないか。ジオン各拠点のクイズを攻略し。ああ、これオプソロス、ビジュアルクイズ、四択クイズ。まあ、ビジュアル言っとく。まあ、ビジュアル、うん、ビジュアルもいいね。ビジュアルいいよ。てか、ビジュアルと名言クイズ面白いわ。何この豚先豚ってコメントめっちゃあるけど。なんかそう、あの、パープルトンなんで。ああ、そういうことね。
なんかあれなんだっけ、悪い女なんだっけあいつ。まあいろいろね、やっぱこう脚本がちょいろいろごたったせいで悪いやつ。あ、そうなんだ。そこも知ってんのすごい。アプサラスが姿を現す。こういう時にちょっと読ませて。いやマジでトイ戦士作り込まれてるな、これネッサ先生びっくりするわ。タイトルコールの曲もちゃんとしてるから。モビルスーツがビーム、アプサラス2です。ジェンキ聞こえますか。さあ何が出てくる。アプサラス2、はい、初代。問題です、問題です。これはどの軍の兵器？はあ、これ地球連邦軍。え、あソーラレ。ああ、え、あ、なんかいろいろね、ああいうのって。あ、いろいろあるよ。お、場所のひ、コンスコは敵だもん。コンスコは違う。で、フラナム。え？え、わからな。え、フラナカ？あ、おお。なんかニュータイプのおっさんなの。ニュータイプを研究してるおっさんなんですよ。なんでわかんの？ポケセン。わからん。あるのクラスメイト遊び仲間。これチェイだった気がするな。テルコットはデブの方なんだよ。なんでわかんだよ、お前バケモンだろ。やばい、意味わからん。はい、初代。グフが使う。お、これはわかるんじゃない。おお、いいね。はい、はい、急いで答えねえと攻撃がね。さあ、ランバラルが乗っていたのはグフじゃないの。いや、まあ、あ、何グフ以外も乗ってんのこれ。いや、ね、グフなんだろうけど。え、いや、グフなのこれ。あ、なにこれ。え、あ、演説してる。え、グフじゃないこれ。あ、時間ない。やったー。 あれかこれ引っ掛けだね。巡洋艦、巡洋艦引っ掛けだね。いや危なかった。いや、うまいね。あ、そ、もう問題だけ見て、はい、グフポーイってやったら、いや、そう、やられる。え、おもろいね、これも。危ね、危ね。ザンジバルってコメントしてくれてるみんな。なるほど、あれか、あの演説をしてる場面だったからか。お、アナベルガトーと黒い3年生の丸バツクイズ、ガトーの4択。いやー、でもまあなんか宇宙世紀見るって意味であれだけど、アナベルガトーとちょっと行きたい。行きてえな。いやいや、とこれところでちょっと待ってもらいます。でもらいましょう。高濃度圧縮自己顕示欲さん、1000円あぜます。ありがとうございます。もろみ味噌代、あのメロンの味になるとか言ってヒグさんがあの蜂蜜を買ってきたんですけどあまりにも辛い時はあのマヨネーズと蜂蜜を使います。キュウリに蜂蜜をかけるとメロンの味になるという。本当かよ。で、ワイ羊さん200円あざます。レングです。キュウリ代置いておきます。勝利をこぼすな、掴み取れ。お、パチンコです、これパチンコです。ありがとうございます。パチンコネタ歓迎です。今日永田さんパチンコネタやってもいいってちゃんともらってるんで。おお、かっけえ。はい、2号機、サイサリ。アナベルガトーは3年待ったのだ。え、マジフルボイスいいな。さあどうなる。攻撃力高そう、体力も多いしな。格闘機っぽい。これ4択か。これ4択だよね。あ、4択。初代の問題多いんだよね、やっぱり。おお、来た。難しい問題であってくれよ。町クリンクチ、町ぐたたクリンクチは誰に落とされた。誰。え、どうせアムロだろ。行くわかどうせアムロだろ。呼び解散。わからんでござるよ。はい、1キュウリ。あれ、1問間違えてなんか喋り始めたよ。1キュウリです。いや、もうこれは問題。お、サービスだよ。ダブル AT さん。あ、じゃあ08か。あ、これはフラットランダーです。もう文章読むの早いね。あ、X 来た。 X、 え、文章パパって読めない。最終より最後に映し出された空を漂う。これダブル X じゃない。さすがに X 初だね。 08MS、 10は鉱山基地で空爆した。これは、ジェットコーブースター。やばいですごい。問題。スタートスメモリー、はいはい。ニナに向けたガトーのセリフ、君こそが星のクズの真の目撃者。ああ、そう、よく分かってるね。いや違う、なんとなくそれっぽそう。真の目撃者かもしれない。それっぽそう。 08MS。 若いのはミゲル、その次に若いのはね、いや、サンダースだ。いや白。ああ、よし。白、あれ隊長じゃないの。白隊長ですね。隊長だけど若い。スタートスメモリー、甲が訪れた連邦キック、トリントンじゃね。あれ、どこ送りたい。あ、トリントンは最初のとこだ。あっち100しかないよ。やべえ。間違えるとなんかセリフしてくれるか。教えてくれるやつこれ。問題。ニキュウリ。はい、ニキュウリです。あれ、あれ、こんな、これ幼少期のアムロですよこれ。こんな分かるやついねえだろ。赤。はい。さっきの木だ。これは無理だろ。ああ、コンテリね。コンテリしました。あ、今。はい、ちょっと止めた方がいいんじゃない。キュウリ。今コンテリの間に3キュウリかじってます。X から。ち
サテライトキャノン自作動時、マイクロウェーブ。え？おっと、やばいよ、流れがさらに1キュウリ3キュウリかじった後のリセット1キュウリ。はい、落ち着いた。はい、オッケー。スタートスメモリー出ろ。わしを何これ、晒し物な気がするけど。おー、ラッキーものとかそんなこと。あ、とりあえず1キュウリ覚えておいて。え、俺食えるけど。ガルマの指示でホワイトベースの前面からハンブル隊な気がするんですけど。やばいよガトー強いよ。ガトーめっちゃ喋ってくれる。え、とどめだ。いや、これただ喋ってくれないです。あ、するとね。来ちゃー。もっと早く来てください。もう後の祭り。もっと早く来てください。ウッディとマチルダが。これ時間かっこいいじゃないですか。これはなくてもわかった。なくてもわかった。あ、撤退だ。撤収か。ここやられたね。これやられた。あと2キュウリやります。2キュウリやります。おいしい。うめ。うまい。ちょっとなんかかじる量少なくない？ひよってない？6本あるからね。いや、むず。間違いすぎるとね、怒られるんですよ、ブライトさんから。あ、そう。いや。あのアムロの帽子の色とか分かるやついないやな。あれ、あ、新しいやつだ。なんか間違いすぎると、おめえそのキャラ降りろみたいな。え、降りろ、服で降りろ感じで、あのスケールダウンしてジムとか乗せられたりする。え、ジム。え、でもなんか G3 の後何。おっ、ステイメン。え、急に偉くなったな。三国ステイメンだ。ステイメンのあれはない、次はない。ステイメン、いや、もうこれしかない。あ、 G3 かステイメン。でもステイメンでいいよね。このゲームマジでモビルスーツまで違うのかよ。あ、ギャルゲー来た。ギャルゲーどうするこれ。なんか結構バラバラだよね、いる場所。うん、まあ、モビルスーツデッキ。デッキか。クラウボ以外で会いたくない。ノエルタソ、ノエルタソ。お、ノエルタソ。誰これ誰のやつ、何のやつ。これはガンダム戦記っていうゲームの。あ、ガンダム戦記。いた。自信感から来た。はい、ドモンカシの出身国は。え、ネオジャパンです。あ、ガンダム戦記ね。え、てかそう、ガンダム戦記も将来的にやる。うん、将来的にやろうかな。ガンダム戦記俺ちょっとやったもんな。懐かしい。なんでこの人たちこんな優しいんだ。この問題で全部あってほしいな。いや、ほんとそれね。ジオン各拠点のクイズを攻略し進路を開け。はい、ここ W83 のノイエンビッター少々のところか、フラナガン分。ちょっとビジュアル、このビジュアルクイズの G ガンとかあるの面白そうじゃない。おー、ビジュアルいくか。いや、ビジュアルクイズおもろい。大西洋を血に染めて。ここ三原が死んじゃうとこなんだ。はい。スパイじゃん。あれスパイだよね。あ、まあスパイだね、これ。スパイだけど、まあ結局ちょっとカイトいい感じになったけどみたいな感じ。水中からの攻撃に苦戦するホワイトベースは。よいしょ。ガンペリーで。おいでよ宮城さん。千、そうじゃ、ありがとうございます。ありがとうございます。おいしいキュウリ大。キュウリ大。いや、キュウリでうまい。いや、キュウリはうまい。本当にうまい。キュウリ代ばっかもらってるから、キュウリ追いキュウリしねえとな。え？キュウリ足り、だってもう何人にキュウリ代もらってるの？始まりよ。ブラゴ、第三デッキを開かせろ。いや、もう口の中もキュウリや。うん、水で薄めないと。あ、さすがにこういうのは一部ボイスがない人がいるんだよね。ああ、そういうことね。モブ的な。まあそうだね、モブ使う。いや、むしろいすぎじゃない？まあまあ。いるの、未来なんだっけ。何が。え、こいつでもミハルだね。ミハルか、これズゴック。はい、初代から。あ、これ分かるんじゃない。え、コンスコンじゃないの。おー、そう、コンスコン隊だろ。これだってどあの疑似連であるもん。パチンコのね。すぐパチンコじゃないか。パチンコの知識で生きてる。これは危機ですね。オッケーオッケー、あの頼む。なんかこのゲーム頼む。なんかあいつを攻撃してるみたいになっちゃう。フラウボが乗ってるし。あー、もう、名前がわからんよ。三角か四角。三角か四角。ブワー、違うじゃねえか、どっちも。あれじゃねえかよ。はい、1キュウリ。わかんねえよ。初代ばっかだ。デギンは何を聞いた？ガルマの死。ガルマしか死んでないだろ、この時点で。あ、ウィング来た、ウィング。ウィング初。うん、来たね。何これ。写真に写ってる。これ、何これ。これいい席ですね。ジーガンコンの自称。はい、初代。何これ。ミサイル。これブーメランミサイル。へぇ。武装は任せてくれ。ほんとすごいね。向こうから来てくれたよ、1キュウリ。
ミハルが1キュウリ、あ1キュウリ分かったよ、しっかり食えんだろ、はい、お、今回ガッツリいってます、ガッツリ、あはっ若干よ、うまいキュウリはうまい、どうかの考え感じ、いや、まあまあ、あのビジュアルクイズはまだいいね、てかあれか、これ多分敵の強さで難しさあるんかな、ミハルがいなくなった、あなんかカイさんが、ここでカイさんは決意するんですよ、ジオンと戦うこと、あそっか、カイさん一回逃走しようとしてるっけ、あ一回そのベルファストでもうもうホワイトベースええわって言ったけど、ミハルと会ってもうなんやかんやって戻ってきた、ね、あの子たちなら大丈夫さ、前いい話したのにキュウリのせいで涙が、口の中がキュウリのせいでやめてくれ、違う涙がこれだって初代って1980年とか、だいたいそれくらい分かんない、なんでお前こんな詳しいんだよ、ああ口の中キュウリが、一人プラネタリウムの旦那さん、まだ永田さんキュウリ食べてない、復活演出パキーンパキーンパチンコです、これ適当に通路行ってやろう、なんでこんなこんな めっちゃクラボに粘着されるんだけど、めっちゃ好きやん、大活躍ね、ゼータガンダム、カツは誰の修正、え、カミー、え、カツ、あ、違う、え、いや、え、これ、え、これ分かんないんだけど、カミー、ハヤト、ブライト、ブライトです、え、嫌われちまった、好感度ダウン、情けないこと言わないで嫌われてもキュウリは食べます、あ嫌われてもキュウリは食べますか食べてますね、これちゃんとかぶじってる音聞こえてるのかなシャクッと音してる、どうする、ルフカスタムノリスか、フレイヤマ前編か、うん、あジャブロいいじゃん、ジャブロ意外と知らんもんだな、うん、意外と分からん、カツってブライトさんに、なんかカツってゼータの時結構舐めた構造だったよね、まあ結構だからなんかいろんなやつに修正されかったですね、修正されてそうなイメージあるけど、連邦軍本部で、ドクンさん、ドクンさん200やってます、日暮さんにキュウリ食わせられる永田のワイプみたいな、いやワイプ出そうかと思ったけどね、冷静に親父が飯食ってるやつ映してもしょうもないなってことで、今日はなし、 ASMR でお願いします、キュウリキュウリ ASMR、 ジャブローに散る、きた、有名なシーン来るんじゃないですかこれ。え？お、来た。さっき嫌われたのに頑張ってくれた。なフラボは何してくれんだ？声援。HP 100。あ、HP 100でもありがてえよ。ありがたいな。でもお前のキュウリ食う回数は変わらねえ。うん。いやもう鼻の中までキュウリだ。モビルスーツ。赤花。行くぞ。赤花って赤いじゃないの？うん、そうだ。赤いだよね。赤い。敵モビルスーツ6機。なんかあ、6問ってことか。問題。なんだよこの問題え、わかんない赤、いや、わかんねえ、シャアだから赤とか、いや、それ安直、それ安直か、それ安直でしたね、はい、地球すいません、いや、でもこの問題はもう無理でしょ、リリーだけわかんねえ色ずるいだろ、わかんねえよ、ダメでしょ、はい、やあ、フラボール回復させると思ったから死んでたね、あー、ほんとだ、フラボールがいなければ即死だった、五機の一両に、あーこれニューエドワーズだった気がする、もう自信ねえよ、やばいやばい、色問題で心折られてる、心折られてるよ、問題 X ガンダム X ニューデマーグライフアフリカ戦線では、何これ、シベ死神かな、かっけえな、これ異名はあるんだね、別の、問題、うん、お、エドセトラドズル専用ザクの特徴で、あ、非道具が大きいだな、へえ、てかドズルザビに専用ザクってあるんだ、あるある、 MSV、 お、ゾックゾックゾック、またゾクじゃねえか、あ、ゾクだ、来ちゃ、簡単なのやめて、先行のこれ知ってるよやべえ、俺が知ってるやつしかニュータイプ能力発動しねえ、即答だったね、浮きドックを所有し戦争で大儲けしてた、え、え、あのね、オサリバンは絶対違うんだ、カムラも絶対違うんだ、ペルシアかペルガミドの二択、ペルシアくぅまただ、3です、今3だよね、はい、3です、こういう間違えたおかげで池田さんのいい声でくそー煽ってもらえる、初代地形を落とされ、地形コロニーの別名、え、なにこれ、え、これ ルームじゃん、え、ルームえ、これ、わかんない、え、わかんない、これ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 はね、これ、いや、これね、間違えたのね、来るわ、
オタク失格。どうですか。あ、バオワ君にジョブジョンが沈めジョブジョンがさっきにいたよ。あれ違う。いや脱出よ。あーよかった。出てくるからやられるんだ。今4キュウリ。4。あ、ファンファンが。4キュウリらしい。ジオンめジャブロから出ていけ。ウッディが。あ、来た。来たサズゴ。なんかモデルかっこいいな。お。は？は？待ってダブルオス。いや。いや。エティ。え、なんだこれ。あいや。75 5クイズって言ったよアムロン。これがクイズ。あ、これがクイズって言うな。はガンダム3部作の公開当時そのビデオ発売していたバンダイビジョンよ普通に考えて。どうそうだよなんかめたいところまで来るな。やばいやばい、クソむずいジャブロ。シャーセイよ、これ匿名。やばいやばいやばいもうダメだ。やばいやばい、もうダメだ。今何キュウリかわかんねえもん。突撃軍パイロットでないのはこれガトーじゃないかな。これ何キュウリっすか今。6キュウリ。6キュウリ。頭からいきます。だいぶ、あ、1 2 3。おいしい。やばいやばい、まだ口の中にキュウリ好きになってきた。おいしい、うまい。カウントして今4。俺アシストしようか後で。モビルアシストキュウリ。あ、いや俺が行く。おお、やっぱ1個食べて1消費して1。あ、キュウリ美味しいです。俺も1個1キュウリしました。でこれで合計何、あと1。ちょ、なんか問題選ばれちゃったよ。俺たちクイル食ってる。あ、これここしか行けないから。あ、そうなんだ。邪魔者と誰が言うのか。なんか6、今のシャアにやられた分食いました。てか難しくなってきたな。ダダって言われてるから。あ、ナダ。あ、俺はキュウリ嫌いじゃないんで全然罰じゃないっていう。罰って言ったらちょっとあれなんですけど。ナダ食った。ナダ、まあ、永田は嫌い苦手らしいので。ジオンがね、爆弾を仕掛けたの。ちょっと待って、はい、間違えても心を乱すな。いや、そうね、うん、負の連鎖に次から次へと来るから巻き込まれるな。ノルマゴモ何クイズだこれ。4択。 08MS。 あ、ビジュアルです、ね、あ、ビジュアルか。ジムニとは、あ、これサンダース。え、はよ。レッドキッカはこの下を探してね。こいつらもフルボイスかよ。08MS もう一回だね。シロのウイジンと待ってな。わかる。第4か体力の2択。第4。で、あ、2択外す。運がね。あ、コンティニュー、コンティニュー。コンティニューしたら1本って叩いてくれてる人いるけど、これで、ね、やばいっす。無理無理無理。やばすぎる。ちょっとそれしたらもう死んじゃう。もう3回ぐらいコンティニューしてるから。ホワイトベース1点とハボのせ。いや、あかんねーこれー。針な匂いがする。なんて読むんだ漢字。え、これなんて読むの。俺もわかんない、バカだから。2キュウリ。ガンダム頭部の傷は、頭部の傷ん、何これ見えないんだよ。あ、これゴックだ。え、出てくるからやられる。なんか全然見えなかったけど、これゴックになんか頭ギューってされてる。通算22キュウリまで数えてもらってる。あ、霧って読むんだ。人物が乗ってんの、これ特ワンだからビルじゃないか。みんな頭いいぜ。頼む頼む、俺が分かってるキャラでお願いします。本当に初代この時砂に潜ってる。これグッグ。おお、はいはいはい、言われる確かに、うん、防御ピクサ。08MS。 シロの、え、いやー、え、いやー、何時？何時？どっち？適当！って今の運ゲー失敗。ありがとうございます。何キュウリだろう。3キュウリです、ね。3キュウリですか。ガトーの死、ユーコンの艦長。あれ？ユーコンの艦長。これドライゼ。あー、よかったー。3キュウリ？ 3 キュウリ。はい、3キュウリです。なんかハードルやっぱ難しくなってきてるね。はい。どんどん。もう1本の半分ぐらいがなくなりつつあるけど、マヨネーズオアハチミツはまだまだ終わらんよ、まだ終わらんよ。
てかこれどこまで来てんの今これで。分かんない。これゲーセンだったら俺らもう500円目、俺らっつうかお前だけど。500円ぐらい。500円吹っ飛んでますこれ。グッソーやられたここ。いや、トクメルとファルメルマジで。いや、あそこ間違えないよ。ああ、そう。いや、もう何マジやった。あ、だいぶもう覚醒失敗したみたいなもう。いや、お、何これ何これ。お、なんか、回帰すんな。また、あれ今日強さっきもらってなかった。あ、え、あ回収された何それ、だからさっきのステイメン回収されたんだよね。うん、ステイメンが降格ってこと。まあまあまあ、まあまあ、この辺ちょっとあのスケールダウンしたみたいな。どっち乗る。え、1号機あれでも体力少なくない。あ、もう減った状態ってこと。あ、減った状態。どっちも同じじゃない。まあでもなんか早く答えた分1号機の方が、うん、あれ1号機1号機、うん、1号機でいいよ、うん、お前1号機使いちゃったって昨日やってたじゃん。確かに。だろ、アレックス使わねえだろ。お、アイナさん、おり。お、アイナさん。じゃあアイナさんに会いに行こう。どこだ。どこにいると思う。アイナさんどこにいる。俺ん家かな。お前ん家、資質。アイナさん、あ、全然違うじゃん。アンダーソンだぞ。最近絶好調みたいですね。なんかあのサファリ勢の人たちの悪口みたいになってんだけど。はい、絶好調さん。はい、ギャバンの。え？部下はね。え、何？わかんの？これお前。これ簡単なの？いや、簡単じゃないよ。忘れてるよ俺は。え？はい。はい、行く。もうなんかボタン押した瞬間すげえ変な下げす、真顔になった。余計なこと、私余計なこと聞いちゃいました。いやー、やらかしてる。なんか好感度クイズも難しくなってきてる。いや俺ね、ガンダムオタクちゃうかもしれんな。いや、だいぶオタク見せてると思うよこれ。ガンダムオタクちゃうかもしれんな。さあこれどうする。どれ、何がいる。シーラガン、あれシーマガラハ。お、いいね。こっちビジュアルどうする。あー、ビジュアルか。でもシーマガラハの声聞きたいな。お、オッケー。多分あると思うんだよ。あるよね、ガーベラテトラ。ん、作1号機は地上専用機なので、あ、空だとフルバージョンになるのか。いいじゃん、それもそれもいいじゃん。そういうのもあんだね。考えてあるね、うん、2000コストになったな。張さん本人登場してる。あ、いいよいいよ。あ、無視でいいな。無視無視扱いが。声ない、声ないの。不正解とキュウリで心折れかけて。キュウリかじりました。あ、ちょっとデレ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 。これ何、これのスターダストメモリーの。あ、そうなの。まさっきも聞いたんですけど。細かいな。あ、ないね声。あ、フラウボー。あ、100回復。あ、フラウボーか。あ、早く声援。声はあるかな。あるか。敵はバーミンガムの間近か。あ、バーミンガムのところだ。これゲルググじゃないの。なんかゲルググマリーネ、これマリーネライターだな。あ、声ないだ。あ、ないんだ。風間君ないんだ。悲しいね。これバーミンガムと裏取引してたとこっすね。あ、こいつもなんかあれゲルググ M。 シード来た。シード輸入する。ラクスクライプライブラントかアイドルだな多分。よしよしよし。あ、はい、早いね。早いところ早く行きたい。キースとアデリガのジブキャノン2のサーベル。サーベルはない、これ真腕。すごい初代。おお、来た。いいね。難しいところでやってくれよ。 G ファイターの、あ、これは知ってるわ。あ、もう知ってるんだ。赤技術大佐って誰。いや俺もなんかそんな、ラサラムーンの仲間たちが。何これ、これ分かる。いやー、これなんか、いや、ハチマキ、赤いハチマキ。今に2択、ハチマキの2択だった。2択勝てませんね。スタラスメモリー、シーマ艦隊に撃沈されたサラミスニーカー。リリン・バーミンガムとリリン・マルレーンは違うからペールギュント。さっきから2択やべえ。あ、これも2択なんだお前の中で。2択やべえ。ミキュウリ公園中将は核を持ったガトーの行き先がどこに。あ、いやこれね、確かジャブロじゃなかったっけ。あ、よかった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 。さっきからね、自分の中の2択がやべえ。はダブルエティスル撃墜。英国の、いや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 、カンカン式。ルイ行け。うわあ。やばいやばいやばい。三三。アーガバとカラバのオーギュスト。いやー、これやべえな。これでも俺、これダカルじゃなかったっけ。やばい。サンキューリコンテニュー。コンテニュー。もう俺文章の意味も分かんなくなってきてるから。コンテニューなんかさせるな。死にたいのか。させてもらいました。ホワイトベースを降りた、あ、これはこれバムロです。一人バムロ。お、撤退か。撤退じゃないか。3キュウリ、4キュウリ、4キュウリ。へえ。いや、もう俺文章問題でも分かんないもん。わけ
おいしい？おいしい。農家のことありがとう。ちゃんと口閉めてシャクシャクしましょうね。うん。作戦中域を選択し。てかすごいね、長いね、ボリュームすごいこのゲーム。はい、4。ケンプファーとミハイル・カミンスキーとコンスコ、コンスコみたいな。コンスコみたい。初代好きだね。初代。てか俺初代、俺あのアナザーあんま見てない。あ、てかさ、久しぶりに怒られた。さっきからさ、自分の中のさ、うん、これとこれは違うな、うん、この2択だ、全部外してんのよ。あ、マジでね、あの、あれ一番悔しいよ。え、本当に？その2択で化けるのマジ悔しい。これもアムロ覚醒してバカ強い時だから、お前もあ、そう、あ、俺も強くなきゃダメですか。そう、そういうことです。ね、12機倒さなきゃいけないのかな、一瞬でな。何分だっけ。これビジュアルあれじゃないよ、名場面じゃないよね。あ、これ違う、これ違う。お、ドム来た。え、マジでいっぱいいるんじゃない、これもしかして。何期だっけ。これ12期です。ここだけ怖い。まあ、俺たち親父だから。はい、リクトル12期を発信させろ。あ、12期だ。12問だな。セトラ。ジョニー・ライデンが乗る高機動ゲルググに匹敵する。はい、ゲルググの皮をかぶったザクって言われてた。え、そうなんだ。一つ、お、ちゃんと一つって言ってくれる。81と81年生、んんなことはなくないか。あ、確かになんかアムロなんかオーラ出てなんかもう生き生きしてる。最初に喋ったキャラクタージーンである。いやー違うような気がするけどな。ジーン、へっ、よし、バツなんだ。いや違った気がする。カットインもちゃんとフルバーにはなってる。ゼラチ MS、 陸戦型地名や東部バルカンがない。ないんだ。いや、ここアムロバリにパパっていくぞ。アッタブが初登場したモビルアーマーではなく、え、冬、え、なことはない、なことはなくないか。冬、強い強い強い。5つ。次13番、ナレーションか。地球のアムロの家暖炉がある。え、あったと思います。お、はい、これ適当です。まあまあまあ、まあ、でも地球にいるってことはさ、あ、寒い。いや、寒いんじゃなくて、何、裕福なんだよ。あ、そうなんだ。さすがゴックだ、なんともない高カラサ。はい、あ、これゴックのパイロット。これゴックのパイロットです。高カラサっていう名前なんだ、パイロット。このセリフは有名だけどね。さすが 08MS、 ボートシーンは宇宙から始まる。あ、いや、いや違う。よし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 。08って地上のイメージだよね。なんか第1話は、あの、空でボシロがボールに乗って戦うんで。あ、そうなの。そうそうそう、すげえ。オッケー、ここマジ全問行ってる、全問行ってる。フォンブラウンが、知らねえ。月面都市フォンブラウンだろこれ。違います。おー、来た来た。うんげー、ついに20、50%、9つ。ミハル・ラトキエというフルネームが登場したのはミハルが初登場した回である。いや、知らない知らない知らないよ。2択。ぐわーぐわーぐわー。大気圏突入時にリード注意が負傷したのは左腕、うん、そう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 、左腕だ。あと2問。ホワイトベースの最高速度はマッハ10であげる。え、そんな速いの。そ、中の人ミンチになっちゃうでしょ。わかんないけど、わかんないけどね。来た、ゼロ8MS。 嵐の中では輝いたエンディングでも使われたことがある。これは義務教育。マルランド、マルです。え、そうなの、オープニングじゃないんだ。あの、エンディングでも使われたこと。ああ、そういうことね。よし、1K。 いや、ここ強かったね。もう、てかアムロマジもう生き生きしてるよ、この顔。もう間違えないぜみたいな顔してる。よし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 、言ってくれないのかな、あの、こう、ドムが、12機のドムが一瞬で。 08MS 最初、多分あのサイド2のさ、うん、あの毒ガスの、うん、俺あんまりわかんない。 あんまりわかんない、ごめんなさいね。いや、いいよ、オタクして全然。あ、いや、サイド2の毒ガスのところから確か始まってたと思う。よくやったぞ。いや、これブライトさん、3号機返してよ。ああ、お、おお、素晴らしい戦果だった。2回級、2回級どうし、なんかアクシズ落とし止まらねえんだけど。っていうか2回級上がりまくってる。お、モビルスーツ届いた。何があんの、何もらえるんだろうな。ね、生命、また生命返されるだけとかじゃないよね。わかんない。フルバーニャ、デンドロビウムじゃない。デンドロビウムだ。デンドロビウム、もう勝ちだろ。え、あと何がある。いや、もうデンドロビウム。あ、デンドロビウムだけ。いや、いや、デンドロビウム、お前、勝ちだろ。これ勝ちでしょ。どうしよう。アムロがデンドロ乗ってんの怖いな。終わりだろ。じゃあ、俺んちに行こう。ああ。やっぱ俺んちにいるやつって俺のこと好きなやつだから。あ、確かに。皆さん、ブライトさん大丈夫かな。やばい、不倫じゃないですか。スレッカーさんとかブライトさん大丈夫かな。あ、スレッカーさん出てきてね。ゼータ。
空手部所属は、これは神湯です。え、そうなの？これは義務教育です。え、神湯空手部なの？だから殴るの？そういうのもあるのかな。空手部なんだ神湯って。ミラさん大丈夫かな？スリッカーさんとか、デンドルビーム。お、名場面。名場面クイズだ。あ、もう一択か。これ、サイド6で出会った時だ。あ、俺でもこれ、俺はここのシーンはあんま分かんない。やべ、ちょっとね、熱くなってきた。上脱ぐ。あ、俺かい。これ、時間、あれ貯めといて。あ、大丈夫、大丈夫。勝手に進むだけだから。で、ちょっとあのスパちゃんも、ね。義務教育なんだ。チョコミントさん600円、あざます。ありがとうございます。配信お疲れ様です。今日の年貢、過去キュウリ代です。楽しませていただきます。キュウリ代めっちゃもらって。いやいや、マジでキュウリ買ってきてよかったよ。いや、よかった、思いついて、キュウリ食べよう。で、バメさん250円、あざます。日暮さんが全問不正解したら、永田さんがキュウリ食べ放題記念。俺が答えてやってもいいんだぞ。生殺与奪の件に握られてまあ、これが終わったら、なんか簡単問題とかで、ヒグさんとかにもやらせてもいいし。ああ、うん。お前、ニヤニヤしてんだろう。あ、俺がニヤニヤする。これどうせある。ご覧の通り軍人だのとこじゃないか。俺ここわかんもわかんない。大丈夫だよ、電池。あ、電池。あ、そうか、電池ね。電池ね、機能みたいな。会話を続けろ。会話を続けろ。やつだ。やつが来たんだ。車で引かないと無理だ。ああ、はいはい。わかる、ここ。なんかちょっとわかる。アムロレイです。アムロレイです。アム。不思議と。初めて聞いた名ではないな。おい、知ってるよ。やられた。お前義務教育？まあ、俺知らんかったけど、ぶっちゃけ。お、そう、知ってる。僕はあなたを知ってる。やべ、ここでちょっと永田信者ももうがっかりよ。俺オタクじゃないかもしれないな。すみません。あのお名前は？あのお名前は？アズナブル。ご覧の通り軍人だ。大丈夫だよな。ご覧の通り軍人だ。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。やらかしたなら車を動かして。いや、ここあともう絶対間違いない。うん、ここはガンダムファンの何か間違えたら一本な。もうこれもう丸ごと。わかった。オッケー。シャーズナブルと言ったな。シャーズナブルと言ったな。ゆっくりだよ。いいな、ララ。ここあと何問あるかわからんけど、間違えたら一本いったる。あ、二問、うん？あと二問。人だというのになぜシャーだってわかったんだ。わかったんだ。ここら辺からあとやっぱニュータイプの描写が出てくるんです。うん。君は年はもうアンドロ覚醒してるもんな。16歳です。うん、さあ次と今の16歳来るかと思ったんだけどな。目の前に敵の兵士を置いて固くなるのはわかるが、せめて礼ぐらい。え、わかんない。言ってほしいものだな。おお、ちょっとドキドキした。今ちょっとドキドキした。あってもいや、だからちょっとドキドキした。似たよ、なんかね、全部ね、うん、全部それっぽいんだよな。確かに。あと一問。どうした？あとなんだろう、なんか名言っぽいのあったかな。あ、怯えていたんですよ、きっと。よし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 、はいはいはい、これで終わり。うん、まあこれで終わりのはず。危ねー。あ、ちなみにあのさっきあの間違えたのはその場でシャクっていきました。あ、行ったか。シャクレスです。なんか名場面クイズもマジでなんか難易度上がってる感あるな。いや、最初マジ分かんなかったな。作戦中域を選択し、お、なんか両方とも開け。アナベルガトーボス、アナベルビグザムと。ビグザムだろう。ビグザム行く。オッケー。4000だよ、 HP。 ビグザム敵はビームを跳ね返します。てか、これスレッカーさん今かな。もう来るんじゃない、さすがに。スレッカー注意の捨て身の攻撃。あ、スレッカーさんですか。セリフもね、悲しい。彼らは見た。ドズルの中に宿る憎悪の影を。ここを使う気さん全部行けばいいな。起動ビグザム。てか、お前のあれでさ、なんかあのゼータデラックスの宇宙世紀スコルートでビグザム量産されてたよね。ああ、されてた。あれ見てんじゃん。あ、それなんか見た、お前のやつで。わ、優しいね。あ、イライさんが。あ、タイマー遅延。あ、これでかいでしょ。ピーセル乗ってくれてます。遅延。遅延です。おお、これゴーリさんの方だ。ゴーリさんだね。地獄に引きずり込んでくれる。てか、モデルがかっこいいな、モビルアーマーとかモビルスーツの。そうだね。ビグザム。はい、初代。問題って言ってくれる。起きた、助かる。え、ホワイトベースのエンジンは左右。はっ、これは二択でよかった。よく左じゃなくて。おお、これ二択で初めてよかった。ニュータイプ。今確かにビームを跳ね返した。まだ死んでね。お、スレッカーさん。あ、てかダメージ食らってないね。あ、本当だ、食らってない。まあ、これなんかイベント。これじゃあなんかイベント。うん、そうだ。マクベの罠に引っかかったホワイトベースの行く手に
BGM にシンクロする男。くっそ、マガ粒子砲なんだ。1、活動に参加したことのない組織はロンド違う。ティターンさんね、よしよし。この第13独立部隊ってこれホワイトベース隊のことっす。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。で、ビクトリー。は？誰？ケトルテプレって誰だよ。ウッソと同年代。あやばい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 、むずいむずいむずい。に、再生した。は？ある。破壊された。これはこれだね。あ、普通のガンダムの型番。あ、そうそう。いや、プロトタイプ。あ、ホワイトベースからステース機能を奪うため爆薬。やばい、難しいぞ。いや、これで、ね、むずいっす。やばいやばい。3、はい、コンティニュー。ほんまか。待って、デンドロビーム、これビグザムにパンパンされてんの。確かにそうだよね、デンドロビーム。恥ずかしくない。そうだよ、お前デンドロビーム乗ってんだぞ。ベルファストで、あっとね、これバイクだった気がすんな。よし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 。お、スレッカーさん。お、これ食うやつか。やべ、早いよ、スレッカーさんないの。それもある。それまた別のところだ。あれか、最初か。防御え、お、線になったナイフ。あ、本当だ。は、V2 アサクトバスター。いや、アサクトバスターはね、ないんだよ。え、そうなんだ。そうそう、ないない。これすごいね、3つともそれっぽそうで。それっぽそう、ずるい。またビクトリーだ。これビクトリーガンダムに登場したいのはコミックボンボン。待って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 、カテジナ。いや、カテジナ、そう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 。いや、読んだことある、読んだことある。カテジナさんがいないの、 V ガンダムに。いないの。え、めっちゃメインっぽいけど。アサルト装備、メガビームシールド、てか V、これ嘘じゃない、嘘じゃない。三択。フランチェスカ・オハラっぽい。よし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 。V ガンでもいける男。はい、初代。てか V ガン多くなってきた。あ、初代。シャアがホワイトベースと遭遇するときに参加していた作戦とは。うん、あー、いや、ゲリラ相当だった気が。いや、どう。あー、よし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 。すごいな、お前。あと1問。あと1問だ。ウィング確か。ウィング。とりあえず駆使が、あ、昨日までの、あ、はい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 、99,822人だ。これで間違ってたら恥ずかしかった、ね。ああ、すごい。これでも有名だね。俺人数は分かんないけどさ。あぶねー。ディオの敵としてよく見るもんね。いや、よかった。いや、ここは強かった。いや、強かった。V ガンいけるのすごいね。これ何球じゃん。あれ1じゃない？あれ違うかな？あ、2くらいじゃない？ 2? あ、2、あ、もっといったかな、ごめんなさい、ちょっとわかんない。コメントの方が、みんな、キュウリカウントがいれば教えていただける。3キュウリだった。3キュウリ、オッケーオッケー。まあ、結構難かった割には頑張った。いや、頑張ったこれ。うん、うん、うわ、はい、だいぶなくなってきました。み、に、あー、ひどいひどい。あ、おいしい、おいしい。192、おいしい。てか、ボンボン版ってか、すごいね。おいしい。農家当たす。俺ビクトリー知らないけど、カテジェラさんいなくてストーリー成り立つの。成り立つんだ。成り立つんだ。はい、何距離行きました。はい。お、またこれ、お前虚勢落とし。お、秘められた人類。さすがだな。さすがだな。新型の乗り心地はどうだ。ああ、これがもう最強なんだ、ね。あ、デンドロビームよりさすがの余裕ないか。あ、HP を回復してボーナス得点が追加されます。おお。おお、HP 回復？でもあれ食らってなかったんじゃない？あれ、あ、食らってなかったのか、最低まで。リスタした。え、てか赤スポもらってんだけど。え？あ、ありがとうございます。玉娘フルティンダービー。あ、ネームは変えませんって言ってる。名前えぐい。昨日のネクプラ配信楽しませていただきましたので、新品の PSP ヒューに当ててください。ああ、そう。ありがとうございます。マスターガンダムの370コンボはまた次回お試しください。あ、ちょっと調べときますわ。マスターガンダムの、いや、またね、やってもいいかも。あ、あれはね。ネクストね、やれて、まあ、配信で喋れるやつって誰がいるんだろうな。ネクストで。お前の周りでってことか。わかんないよ、それは俺、ね、レオシグ君はわかんないもんね。まあ、そうそう、レオシグでやってもよかったんだけど、あいつやってないからさ、俺生地やっちゃってるから、うん、難しい、ね、うん、難しかった。その点ヒグさんはよかったよ。 まあでもそれこそお前が一人でそれ教えてもらっても370個のレシピ知らねえし。え、なんか、あ、これあの好感度が一定以上いくとあの一枚絵が見れるんで、これギャルゲーですね。こいつじゃ、こいつって言ったら違う人の未来ヤシマさんですよ。 あのヤシマ家の不倫ですか。いや、まあこの頃はね、やっぱカムラン、スレッガーで後々ブライトとモテモテだったんですよ、ね。確かにね、なんか
なぜこんなにモテるのかみたいな俺まとめて見たことある気がする。なんでモテるのか。いやいや、でもなんかこの一枚ちょっと可愛いじゃないですか。確かに。多分上から可愛く描いてくださいって言われたんですよ、これ間違いなく。で、白石さんの声も入ってんな。すげえな。あ、そっか。あ、何してくれんだろうこれ。これも早くキュウリは終わりたいです。でも結構大詰め。あ、HP、 あ、え、でも HP 回ったんだ。HP 回ったんだ。あ、違う時に出てこいや。キュウリ扱いが。春雨さんじゃねえな。あ、じゃあ先に春雨さん250円あざます。キュウリのフェラオン ASMR 待ってます。フェラオン ASMR、 フェラオン ASMR、 ま、フェラオン、お前がもうチュッパチュッパ最後すればいいんじゃない。いつも やんねえよ、呼んでたりやんねえよ。で、アリスさん500円ありがとうございます。配信お疲れ様です。ネングです、お納めください。いつも助かるの。ネングって言葉がもう便利だよな。本当にもう浸透されちゃってるからね。ネングってどうするこれ。ザクとギャン、バーナードバイスマン4択。これビジュアルクイズ。あー、どっちも捨てがてえ。これお前に、どっちも面白そうだけど。何やってんの。毎回ブライトさんに怒られてる。あー、もうこっち行くよ。もうヒーグさん1年戦争行きたがるから。いやでもビジュアルクイズ面白いけど、ちょっとあのポケセンも見たい感もあるし、うん、なるほどね。で、アズリアチャンネルさん250円あざます。味噌かマヨつけて食うとキュウリは美味しいです、うん、まあ、いや、そうだね、この生の感覚を。あ、農家の方から送られてきたそのまんまの味を。でも別にキュウリが俺全然好きだったけど、そのまま食べたいと思わねえ。マヨ、マヨつか、だから蜂蜜をかけてメロン味にするか。蜂蜜のあれはまだ1本目だからな。まあ、まだ1本目ですからね、本当に。ていうかでもあれもう1時間ぐらい、このこのイクレ、イクレっつーかあれで、あ、この1あれでね。あれギャンとこれシャゲいる。これシャゲだね。あのマックベな、マックベ対ナガタの、そう、マックベ VS ナガタです。さあビジュアルクイズです。ビジュアルクイズいいね。あ、ビジュアル、あれ、はい、初代から。これはこれパブリック。へー、わかんの。お、 V ガン来たよ。義務教育です。 V ガン、ジャベリンじゃねこれ。怪しい、ジェームズガンか。ジャベリン緑のやつだ。ゴックが使用した機雷などから機体を守るのはこれ、フリージーヤードですね。フリージーヤードってあれじゃん。ああ、ダリッカイ。ダリッカイと一緒なんだ。ジェームズガン間違えたの来たな、心に。マゼラと、サムソントレーラーって連邦のやつじゃなかったっけ。あ、そうなんだ。サムソンって名前、いやーごめん、サムソンにしてみるわ。違うと思うけど、うん、なんかさ、ね、聞いたことある名前も混じりつつ間違えたりもあるからむずいよ。サムソントレーラー10のやつだったっけ。なんだこれ、出た。オデッサ作戦中マクベは誰に、これギリギリだな。これわかんないよ。これギリギリで行った方がいいんじゃない。え、ここで見てよ。ああ、レビル、レビル。いや、ここでわかった、ここでわかった。俺マクベの顔しか出てこねえのかよと思った。はい、 V ガンです。マストラ、とどめ屋さん刺したのはこれ、 見なくてもわかる。メンメドーザ。なんでこれわからん。 V がマジで1ミリもわからん。 V めっちゃ出てくんの、ね。ちゃんと生きてれば綺麗に。何、名言っぽくない。いや、何、死ねる言う言葉がえぐ、まあ、えぐいんだよ。一番ないと思ったよ今の。ちょっとね、怪しかった。っ、シャクティが巻いてたのは、いやー、柳蘭かなー。柳蘭かな。よし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 。1かな。1キュウリ。多分1。よし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 。お前ビクトリー強いね。ああ、まあまあ。結構合ってるよ。まあまあ、いやー、ちょ、ジェームズガンあれ間違えなくてよかったわ。あの、間違えないでいいところだった。あれ、そういうね、あれなんだ。やられた。いや。あれはね、義務教育です。あれ義務教育は、はい、マジで、あまりにも厳しいだろ、この国。あれは義務教育です、ジェームズガンは。いや、てかさ、間違えてから思い出すのがね、ただある。悔しい、悔しいやつね。そうそうそう。お前、本当にあのパチガンダムオタクじゃないの、マジ証明してるよ、今。本当に、これ、すごいよ。あ、永田あ一丁じゃないんだなってなるもん。配信の時になんかね、技名とか出てるの、なるほどね、こいつあの台本じゃねえじゃんって今証明してる、生配信で。ああ、よかった。いや、あ、これ嬉しいやつじゃない。HP200 回。ああ、さっき1回あのバグったから。あ、オッケー。はい、お、
イサミさん1220円あざます。キュウリはカリウムを多く含み、むくみ、高血圧の改善や夏バテ防止、ダイエットや美肌効果もあります。ええ、そうなんだ。また栄養のない果実として知られているが、うん、カロリー、かっこ発熱量の最も低い果実であり、栄養がないわけではない。へえ、ちょっとすみません、キュウリバカにしてました。っていうか、配信してきて、やっぱ、ね、こういう小ネタもね、出てくるので、スパチャでわざわざ教えていただけるっていう、ね、ありがとうございます。これどこ行く、未来さん落としたから。いや、だから未来さんがいないとこに行こうよ。いないとこ行くから、じゃあ通路行く。てか、あいつ、アイナサハリとかいねえの。おー、いたじゃん。おー、アイナたそう。何か、やかね、嫌われないようにしないと。問題、初代、アムロレイの、あ、これテムレイ、これは、もう、これは俺も分かる。これ落ちました、ほら、もう、にちゃってテムレイ、お前、自分の親父の名前言っただけで、お前、親父の名前言っただけでも喜んでくれるなんて。超礼な、おい。いい女だな。タイガーさん610円、いつもあざます。永田高校、ひくらしさん、こんにちは。じゃあ、ちゃんと、返事ができる。自分も見ながら答え考えてます。黒部で、あ、ちょっと待って、これどっちがいい。え、ちょっと待って、ララ、これバスコムの落下コロニー、ダブル83か、ララスン、ララスン、ララスン、ララララスンよ。黒部で永田ドルン、日暮さんドルンってやらないんですか。いや、今の環境でもやったら、永田がバラバラにされるか、俺がバラバラにされるかを、まあ両方ともバラバラにされる。俺はあいつ、あのサザビー、お前がピーセルかサザビーにやられて、俺がジャスティスかオーベロンにやられてみたいな。いやー、どれの死んだね。1週間、あれ ?1 週間 ?2 週、いや、もうちょっとわかんないけど。週間フレンズぐらいだったよね。エルメスのラー、いや、全然多分死んではないんだろうけどね、昔よりは。まあ、一定なみたいな。うん、まあ、全然マシなんだろうけど。あ、落としたやつが定期的に出てくる。出てくる。タイマー遅延マジ助かる。あ、そうだね。うん、このゲーム時間シビア。ビットでっか。え、こんなでかいのビット。怖くはないか。さあさあさあ、ビットめっちゃなんかすげえうろうろしてんな。成功率 77% あるんだね。あ、これ勝率多分そうじゃない。高い高いね。あ、 08MS。 お、来た。難しい問題でやってくれ。逆に、アイナはこれ3秒後だった気がする。おー、よかった。あ、分かった。分かった。分かってしまった。分かったんだ。ルビコン計画、一石はジークフリート、パルメル違う、ヨルムンガンド違う、ニーベルングかバルキュールの2択。二択やべえ。運がない。お、アルが教室で書いてたのはザクです。おー、エトセトラ、小説版テキサスゾーンを脱出したあのね、メリリンかカセッタ3の2択。2択シャー。てか小説版もお前わかるの。何、いや、初代は読んだことすごいな。ポケセン第5話より、各王とグラフツェッペリの艦長、これキリングじゃないかな。あー、ちょっと、これダメか。ダメか、2問。いや、これ違うか。やった。この木馬野郎とホワイトベースを攻撃したドップのパイロット、バブルは違う。3択、ゲビルかハンブルの2択。これハンブルー。2択がよ。ポケセン主人公、え、あ、これ行かれた。え、あ、これ行かれた。全く分からん。これ全く分からん。もう俺も分かんないけどさ、全く分からん。有識者バカバカアキコー、ミチコやべやべやべ、はいはい、動く、大丈夫大丈夫、はい。ザクレロのパイロットデミトリーはモビルスーツの出来損ないじゃなかったかな。あ、よかったよかったよかった。ガンタンクのことモビルスーツの出来損ない。はい、初代ガルマザビクはは3日な気がするよ。4日です。ララスン強い。今4問ぐらい行かれてない、これ。え、5くらい いってない、これ。4か。大佐引いてください。あら、問題日付弱すぎるな、俺。はガンキャノのメインパは、いや、いや、これ冷静効果で W だ。キャノンの C か。あー、なるほどね。ホワイトベースではなくて。やべやべやべ、ボロボロ。つえつえ、あら、つえ。お、ええー、えー、どっちもありそうだけど。鈴沖さん、いやー、鈴沖さんだと思う、俺。あー、まあ、なんかこれは新しい知識だね、うん、これは。あー、これは知らなかった。 08MS ノリスが帰還せず
は？ケルゲレンコはね、あのね、荒木さんか西村さんの似たかなんだ。なんでわかる？荒木さんな気がすんだよな。よし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 。はい、初代。隼人小林の、あ、これさっきやったじゃん。これ逆だ。助かった。なんか初めてさ、そういう助けられたね。助けられた。あんまないもんね、この、なんかもっとあってもおかしくない。防御のね、努力源はね、あのね、燃料電池だと思うんすよ。いや、燃料電池だと思うんすよ。シャーボールの努力源、燃料電池なの。はえいや、もう4か5ぐらいいかれた。なんか5ゴール5何くらいじゃないか。何長田、あ、何キュウリいかれた。何キュウリこれ、まあ、誰か書いてくれるんじゃない。なんか4か5だったら、まあ、とりあえず3だけは隠ってるんで。3は隠った合計6キュウリ。あ、そんないった。6キュウリだって。てか、このゲームさ、ゲーセンでが元にあったもんだからさ、スピーディーだよね。あの、ホントです。あの、間違いないというかさ。あ、ラロス、あ、次、名場面クイズ。ビタモ、あ、名場面クイズになっちゃうんだね。はい、はい、あの、自分が食ってる間、あの、こっち読んでもらっていいですか。あ、はい、なんだこれ、どっちだ。あ、アスタシアさん、アスタシア、本日の年齢失礼します。あ、いつもの方ですね。ありがとうございます。昨日の仕事が帰ってきたら、今日も配信をやってくださることを楽しませていただきます。キュウリ、自分も苦手ですから、無事に帰ってきてください。余談ですが、日暮さんはユニコーンの 80% 継続をどうやってつけますか。私はラッシュとっても必ずシジャンジに襲われます。実は僕もユニコーンガンダムのパチンコは苦手でして、まあ 80% 継続なんですけど、右打ち3回連続スルーっていうのをやってまして、まあいっぱいお金を襲われてるんですね。うんごうんご言ってますけど、まあ、それでもやっぱ 6、はい、6キュウリ食べました。まあ諦めずに金を入れればいつか帰ってくると信じて、やっぱ金を入れるのがいいと思います。クイズの方に戻りますか。はいはい。ダラダラならなぜ戦う。ダラシャアを傷つけるから。シャアを傷つけるから。もう顔中キュウリや。それがなぜ、これはいける。多分まあここも有名だしね。なぜあなたはこうも戦えるの。あなたには、でもこの俺名場面クイズ好きなんだよね、うん、なんかいい。だからどうだって言うんだったと思うんだ。どうだって言うんだ。ここでちゃんと若いおさむするのね。若いおさむ扱い。あー、いいですね。守るべきことが。私は救ってくれた人のために戦っているわ。あ、大丈夫だよ。あ、ちょっと待って、一瞬 OK。 それだけのために。それは人の生きるため。そろそろ多分シャアが出てくんだよね。ザレ事はやめろ。おお、本当だ。いきなり前部シャア。やつのザレ事はやめろ。もう先に言ってる。あ、セイラさん。あ、そうか、セイラさんも来るのか。あ、セイラさんもあれか。私をガンダム撃ちたい。私を導いてくれ。ここはもう余裕ね。まあ、ここはね、余裕ですね。ゼータラで何回も聞きましたってあったんだ。ああ、そう、あの宇宙世紀モードで、ああ、あるんだ。何回も言ってましたよ。じゃあ、覚悟。長田リスナーやね、王国民や。大佐、あーべー、行かれたララララー。これあと1問だよね、これ。なんだろうララの言う通りだ。なんだろう、ララとはいつでも会えるからかな。ララとはいつでも会うことができるからみたいな。時間さえ支配することができるさ。どうだ。アムロ。あ、ここか。あ、時が見える。おーい。オッケーオッケーオッケー。これは、あ、これは義務教育ですからね。さすがに。名場面クイズいいね。マジでか、いいな。トイ戦士。トイ戦士いいねこれ。おもろいな。取り返しのつかないこと。取り返しのつかないことをしてしまった。これ終わりだよね。もう、うん、全部で。あ、終わった。これでももうジオングとか最終、まあ、一年戦争が、まあ、一応そのなんか W80 とか W83 とか行き来してるけど、一年戦争ベースであればそろそろ終わってもいいと思うけどな。よくやったぞ、帰還しろ。お、帰れ。お、素晴らしい戦果だ。こいつさ、うん、宇宙の狙撃手、うん、階級空ですよ。あ、そう、空だ、はい、そうだった。宇宙と書いて空と読まねえとな。お、HP 回復ガチ助かる。あ、確かに。
あ、これがもう最強なんだね。電ドロ、まあ、電ドロが最強なんだね。これ、あ、まだある。いや、ちょっと、あ、アイナはさっき通路にいたから、ちょ、アイナ落としに行く。ファッファッファじゃなくてフラウだね。フラウ、フラウ。青い巨星と言われてたのはこれランバラルですね。ランババルってやつがこういうところで引っ掛けてくるな。交換だ。まあフラウは100回復させてくれるからいい。あ、いやでもお前のキュウリ的な意味では、うん、まああまり関係ないんですけど。確かに。何これ何これ。なこれ。長田はメダル連邦こんなたたたまたま金？いや俺にも読め。俺もバカ。え？ノイエジールなんだけど。あ、あ違う。え、こっち。あ、また名場面クイズ。え、でこっち行ったら宇宙一年戦争っぽくない？なんか確かにこれ W83 だから。エンディングじゃん。ちょ、一年戦争。あ、行く。じゃあまたちょっと名場面クイズだけど。うん、いいね。いや、ここか。これあえていいよ。カスであるアルトのところだな。あ、そうなんだこれ。やべえ、これちょっと怪しいかもしれん。ああ、俺はもう多分。これ義務教育いけんかもしれん。永田が名場面クイズ失敗するとか見たくないね。さっき一回死んだんですけど。レビルとデギンが散った。これあえて言おう、カステアルトのところですね。よいしょ。シュガーブラックさん600円あざます。コンティニューしたらキュウリ丸々1本いって無理です。なくだってもうすでになんか5、6回、うん、コンティニューしてる、6、7回コンティニューして、あのもうなくなるんですよね、キュウリ。でもこれで正解率 76% あるんだよ。あー、勝率高いよ。さあ、また銀河万丈さんがもういいんだよ。光栄だな。本当だよ。いや、なんかもう1年生終わりそうだな。この輝きこそ我らジオンの正義の証であるな気がするけど。ああ、正義の証である。決定的打撃を受けた地球連邦軍にいかほどの戦力が残っていようと。これいいな。それはすでに形骸である。形骸である。あえて言おう、あえて言おう、カスであると。さあ、第3問。え、これ計何問あるんですか。これ5、あと3問。いやー、どうだろうな、むずいな。あ、有料したる。これコーディネーター、コーディネーターだよ。時代が違えだろ。ジオン国国民に管理運営されて初めて永久に生き延びることができる。これ以上戦い続けては人類そのものの危機である。こんなにギレンの声聞いたの久しぶりかもしれない。無能なる者どもに。おお、意外とわかる、意外とわかる。思い知らせてやらねばならん。今こそ人類は。めっちゃ文字揺れてんだけど。何これ。向かって、いや、立たねばな気がするんだけどね。立たねばならねば。まあここらは文法的にそうだ。あ、文章的に。くジオンやらせてくれ。ジオン、あ、ジオン、ジオン、あ、ここ、ジクジオン、ジクジオン。めっちゃ言ってる。あ、終わった。おー、よかった。これ次ジオング、ジオングっぽくね。まあ、多分ジオングなんだろうね。最終決戦じゃないですか。ジオンの拠点を攻略し、進路を開く。来た。お、脱出。俺だぞ。ハリネズミさん500円あざます。X はガイドレーザーからマイクロウェーブの順番で来るので、正解は、あ、ガイドレーザーのところで。ガロドのマイクロウェーブ、来るはレーザー受信した後に言ってるので、シーンの流れを理解すれば覚えやすいかもしれないですね。おー、いや、一応ね。この問い選手を経て結構いろいろ知識をまたそれ埋め込まれてって埋め込まれてる。2周目したらまあもっと強くなってるそういう問題だから8000問くらいあるらしいですよ。え、そんなにあんの。じゃあもうあれじゃん、マジで週1問い選手でいいだろ。週1問い選手 RTA、 うん、どんどんあの RTA の時間を短くするクイズで覇権を争うなど、すでに戦争ではない。何何、ああ本当はクイズで覇権を争うなど、本当は違うじゃん。赤い炎が包む脱出。8000問もあるのこれ、すごいな。おジョングだ。私にニュータイプの素養があるかどうか。多分これラストなんだろうな。導いてくれ、私を導いてくれ。こっちデンドロビームだぞ。そうだぞ、潰すぞ。トワネイガンダム。おトワネイコは何これ。アデスカの掟で新しい王に多いよ。おや、古い王どうしなければならない。追放しろ。殺す。えぐいね。んなことしなくていいじゃないですか。ウィング。アイキャッチ。あいで三。は？
女これレディーよし、これあのごめん女なの分かった。ウィング女なので全員女だったわ。あこれはねこれ15時よしよしよし、はいはい、これあれか、このパイロットじゃないと死んじゃうよ、まあ、これダブゼですね。おダブゼは出た出た出た、こういうの。いやー 32.7 な気がするわ。ゴーよし、嘘だろそれ、これわかんない。ちなみにこれあのなんとなくです。あはいダブゼ、ちょこういや問題がもうさずるいよこれどうしようどうしようこんなわかるやついんの。35だろ、時間ない時間ない、でかー、これはねわかるやついねえよ。初代、ライフルの名前はいや分からんだろ普通に。いやあのね三角か×、三角か×、ほら俺を信じろ。二択ダブゼ、シャングリラコロニーの第9エグ、見たとき円形の発射口は何個あった、数えろ。え出てくるの、え嘘だろ、すごすぎ、わからんだろ。ターン A ガンダム、ギンガム、これはね機動艦隊だな、これ。よしよしよし、すげえ、やばいんだけど。おなんだ、あ、これもしかして撤退じゃなくて普通にイベントじゃないか、うん、そうっぽいね。てかデントルビーム見えてんの草丸もうデントルビームで引き殺してくれ、ジオング、ホワイトベースがジャブローから飛び立った時ウゲンを飛んでいたのは何の群れ、フラミウゲン、いやいや左舷、左舷左、いやナビオじゃない、おおすご、左舷まで、左舷ですよ、左、なるほど、フラミンゴが入ってたのは。メガライダーがアーガ、うおーこれは良かった、何わかんない、もうもちろんわかんない、ね、いやこれわかんねえな、これちょっと どっちがいい、アーガマの白兵戦、すいませんすいませんでした、いやすいませんでした、小賢しいと思う、小賢しいよ。セシリアが乗ろうとしてる移民船の問題、もういい加減にしろ、わかんねえ5万円あやたこれ HP 満タンからだったから今多分5回間違えてるんだよなめるな、いやシャア問題すえぐいな、これ私はよくよく運のない男だ、クソみてえな問題ばっか出しやがってクイズでしょ、ガンダムウィング、劇中でヒーロー優位が、これこれこれ有名、これ有名、有名10話10話10話、これ義務教育です。あそうなの、何それ以外毎回言うの、毎回言います。あそうなんだ、シャーズナムルがマスケに、これエドワウマスですね、エドワウはどこだ、あった、えこれも義務教育、これ義務教育です。教えてくれ教えてくれ、どうすればよいの、どうすればよいのだ。問題、さあ初代、伊勢リナの埋葬するときになかったのは、はこういうの返しに出席しねえだ、適当ブライトさんいないんだあ、登場した通常と形が異なるザク、異なってた部分はえランドセル、ごめんこれは適当です、ランドセルって何、これ背中のバーニアのやつ、リリーナの友人が想像の中で見たリリーナのドレスの色は色も色とかもう白、あこれやばいよ。デギンザビが戦死したのはドズルザビが戦死した、デギンザビ、ドズルザビが10月4日だったな、さっき、ああ、ドズじゃないよ、ごめん違った、ごめん、適当1週間も死んだでしょ、あーもー問題、さっきの俺ガルマだったから、イレンザビの著書はこれは優勢人類生存説かな、これ義務教育です、ここら辺ここら辺取っていくのすごいわ、君を殺す、君を殺す、殺されてます、名言、問題ダブゼ12よりもう色チェーミンってあのチェーミンノアですね、娘さんです、あそうなんだ、いや多分ブライトはあの白目がないから多分白をつけると思う、死ねやまして、いややべえ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 、色とすお、いや色、いや来い来い来い、難しい問題来い次のうちエンディングアニメのクレジットに表記されてた録音スタジオはダバック、あやあくやばいやばい、待って待ってこれガチザコ狩りされてる、行かれてる、2010じゃないこれ、10間違えてる、10間違えた、多分だって2000満タンからあって2回死んだから問題だ、マシマが失脚した後エンあーこれねこれねネルネルだったっけな、やばいマジでこれやべやべ、行かれてる行かれてる、22問って書いてあるし、
ガルマザビの国葬が行一番右にデギンザビ、一番左に座ったのは、え、待って待って、数えろ。数えれるの？よし、シシリアザビ。問題。初代。避難民がホワイトベースに逃げ込む際、人の流れ、子供はね、ルナンかエミリー。有利に違いますかね。くそ。問題。くそ。ターン A、銀河の松木と地球の我が世の春が来た。なんか急にこれよく来る、まあ、これは義務教育ですからね。これはまあもう対戦でも言いますか、ね、やべえシャア強すぎる。シャアもあのホワイトベースに乗ってた期間はこれちょっとどう、これ考えれば時間があれば考えれそうか。95日、うわー、惜しい。連邦軍がソーラーシステムを使った作戦は、ええチェンバロだったっけ、ええチェンバロかアバオクの2択。よかった。チェンバロってのが分かんない。ガチ激戦だよ。ダブゼ。セシリアの弟の名前は、はは、はは、はは、ロイ。あー、これだって相手の HP3000 でお前も3000だから今200対250。 LP アコマガニ。いやマジこれあったら勝ち。え、 HP10 残ってんだけど復活。あ、復活。ヘルボイットがなければ即死だった。これを勝て。え、航空航空アニメ局の映像で登場するキャラクターは全部で何人？分かるやついないって。これマジで。え、適当でーす。だって3800削られた。どちゃくそ難しかった。14。君がこの私の言うことが分かるのは、激戦。もう一本も全部一本全部ダメか。もう一本もう残ってる半分ぐらいの、キュウリ半分以上残ってる。一本いきます。合計15キュウリ。まあ一本いきます。もう多分15シャクシャクでむせてるむせてる。これで終わりか。導きがなければ我々はあの炎の中に焼かれていた。声が聞こえたんだ。そう、ちょい右。ここ感動のシーンなんだけど、俺別の意味で涙流してるから。アムロ来る。うわー、え、でも勝率なんか最終的に 73% とかだったよ。いや最後でバカ持ってかれたけど、正解率すごい。地球連邦政府とジオン共和国の間にクイズ終戦協定が、クイズ終戦協定が結ばれた。おお、終わんない。エンドロールがあるんだ。ちょっとこれなんか流れるからね。キャストもちゃんとある。クールやさ。ああ、すげえ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 。すごい。なパープルトン。あ、結構声入ってんね。あ、そうかそうか。これが声入ってるってことだもんね。うん。鈴沖さん。あ、ステージでもナレーションも塚崎さん。おお。いや、すごいねこれ。てか、これで人1個、あ、けど、あれだよね、多分ルートの分岐があるの、多分いろいろ、多分その、これ多分1年戦争終戦ルートで、で、俺たちがあの行こうとしてた、あの、うん、ガトとノイジールと戦うところは、多分 WIT3 のエンディングなんじゃないかな、はいはい、みたいな。あれかな、違う、あんまり G ガンとかさ、シードとかあんま出てこなかった感じするけど、あ、そうだね。なんかあんのかな。それはやっぱあれかな、アーケードはそういうことなのかな。まあ、でもまあ、あれか、さすがに宇宙戦。あ、でもね、あの、初代がやっぱ多いって言われてた。さすがにか、うん、まあそりゃそうだね。はい、そんなわけで龍角さんない。龍角さん、龍角さんない、ここ。はい、まあ、アケロが終わったんで、はい、最初ちょっとね文字潰れて読めないんだけど、72か3、70、勝率72です。な、200何問200問、問題数202問かな。うん、OK。 こうっていうか多分普通にやばいよ。だいぶわけわからんもん、あの俺見てて。お、言ってるね。てか知らん間に一本もうなくなる。まあ橋はいいよ。あ、まあ橋はいい、橋はいい。はい、食い切りました。はい、1本撃破1ストーリーで。はい、そんな感じで、まあ1ストーリーで。お、まあこれ普通にゲームオーバー。流れ星、パチンコの復活ですよ。はいはい、まあアーケード。じゃああとちょっとヒグさんにもやってもらおうかな。オーケー。なんか普通になんかそれこそ分かりそうなのはシードとかシードデスティニーとかじゃね。一応見て、ちゃんと見た、ちゃんと見たっつうか。あ、こんな感じで、あ、これはアーケードなんだけど、うん、
あ、これエンドレ、エンえラ、あ、ライブラリは何これ。ライブラリは今までその、あのもしかしてさっきの、あの一枚絵が出てくるとか。いや、違う違う、今まであの、なんだっけ、今まであの出されたやばいんだけどこれ、7964って書いてある。ほら、ね、やばっ、え、うん、なんかこういうこういうあ、こういうあの今まであの答えたやつのあのクイズのライブラリ。いや、お前このゲーム、ま、週1で配信してもまなんか1年ぐらいやれんじゃねえかぐらい。でこの問い選手モードで、うん、あのいろいろなんだよ。じゃあこれ、G、あの初代ガンダムだっけ、うんうんうん、ゼータだっけ、あーいいね、いいね、いいね。あとなんだっけ、あ、まあ、シートとかシートで、セトラこれ、うん、MSV 小説コミックとか、あ、さっき先行の発生とか言ってたもんね。 でオールとかで、これ名場面クイズで名台詞クイズとかあるんですか。いいね。ちょっとじゃあちょっとさ、オールをさ、日暮さんちょっと簡単やってもらいたいな。オッケーオッケーオッケー。うん、ちょ、でもあの俺、うん、ガンダムオタク雑魚だからちょっと、いや、みんな優しくしてあげてね。ここ優しい目で見ていただきたい。そう、優しい目でね。よいしょ。じゃあこれこんな感じで4択、4択の簡単、あ、まあ簡単でね、簡単、まあタイマー普通でいいか、タイマー普通でいい、30問でいいのか、好きなんでいいよ、30問でいいか。で、ブラナオ、250円あざます。キュウリをかじることで極限を超越した獣。カミユいるの、え、あ、いるね、いたんじゃない、カミユいたんだ。中田ついに、ちょ、ジオングの目が中田ついにギュインギュイン覚醒ハイパー、おー、パチンコパチンコ約束あざます、あざます。さあどうだ、え、ガンダム X もう分かんないんだけど、あんまり俺見たい。あ、タイトルは機動新機動世紀、機動な、なに世紀じゃないの、おー、あ、そうか、丸抜三角、あ、そうそうそう、新世紀ですね。ドズル専用ザビに、そう、え、飾りの塗装の色は、いや、まあまあまあ、いけるか、え、えらいぞ、白、どうする、どうする、えらいぞ、どうする、えらい、えらい、えらいぞ、おお、やばい、なんかロアシストいる、アシストいる、アシストいる、モビルアシスト、モビルアシスト、ビクトリー、ガッタール隊を率いるドゥカイク、あ、これ簡単だけど、え、簡単なのこれ、バイク乗り、おお、なんかバイク乗ってるから、カテジナさんが、ちなみに V は見てない、リーナは柔道の、リーナは柔道の、え、え、リーナって誰、義務教育。義務教育なのこれ、義務教育、義務教育なの、これ義務教育です。ウィング見てません、ちなみにパンフレット、ガンダムのアーリータイプをデザインして、え、あ、あー、なるほど、は、これ簡単は嘘だろお前。いや、俺も一応やってみるけど、は、これ嘘、ああ、そう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 、丸ぶっ壊れアシスト、まんまさん書いてるけど、ぶっ壊れアシスト、ダブルゼータ、ダブル、ん、ダブルゼータ、なめるな、え、なにこれ、ちょっとみんな簡単な、こんなもんかみたいな、ちょっと形式が MA だくマント、あー、エルメス、ビクロ、グラブロ、おー、やるね、オーケー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 、エヌニュータイプだったと思う、あ、そういうことなんだ、モビルアーマーニュータイプ、イエロージャケットが刺さった9世紀の処刑機器といえば、あ、これはわかるんじゃないか、アイアンメイデン、え、ギロチン、ビクトリーといえばギロチンですよ、これ義務教育ですよ、ビクトリー見てないっす、主人公神が必要になったら戦艦は次のやつ、あ、アーガマか、おお、素晴らしい、トーンエゴ後ろにいる、惜しいの、珍しい、主人公キラムとか、ストライクアウトが取れる、簡単といえばアークエンゼル、アークエンゼル、お、素晴らしい、 F91、撃沈に飛び出した地球レポングと敵対する組織は、え、デラーズフリー、あれ、クロスボンバンガードなの、そしたらベルガギロさん、クロボン、クロスボンバンガードじゃないですか、ちょっと待って、は、者を配給して、ああ、これは分かる、俺答えていい、とと、うん、これ松竹じゃない、え、これ簡単なの、これ松竹って読むんだよね、松竹、いや、分かんない、松竹、劇中に投資した次のチャル、ビームライフル、ガンダムをジャベリン、ジャベリン、ジャベリンなんかゲームで使ってない、おお、素晴らしい、ゲームで使ってない、ターン A、 水中に強いモビルスーツは、ちょ待って、あのカプルは違うよな、てかそれ以外の機体の名前が分からん、え、カップル強い、カップル、カップル水中に強いの、カップル、カップルしか知らねえよ、え、91じゃんとか、91じゃないの、おお、素晴らしい、な、何これ引っ掛けかと思わせて、あ、ちょっとなんか抜けちゃった、 あ、抜けちゃった、あ、ゲルグーグ、中距離支援を想定して開発するゲルグーグ、名前気をつけ、こ、ゲルグーグキャノン、あ、ちょっと待って、あ、やばい、あ、ちょっと待って、事故ってる、事故ってる、はいはい、復活します、え、これ復活するの、あ、ちょっと待って、はい、みんなちょっと待ってね、ごめん、これ、あ、普通に一旦ゲーム終了して、あ、放送事故、あ、放送事故です、これ一瞬だけ、あの、スリープモードにしてしまいました、
ったら どうなるの？あ、これをまたあの移します。意外とねめんどくさいんですよね。あ、そうなんだ。すぐ直らないの？あ、はい、外部ディスプレイ。回線切ったみたいな俺が言われてんだけど。ちょっと、はい、出てきた。あぶね。いや、俺がね普通にあのスリープモードあるじゃん、右のところのスリープモードペッてやっちゃって。ああ、そういうことね。スリープモードに入ってしまった。危ねえ、まあ、切断されたからな、ね、リセットだ。負けて切断するかと思ったわ。リセットなしなしなし。でも意外と答えられてる。意外と答えられてるの、うん、なんなら次ヒグさんのちょっとあの、いや無理か、自信のある、あ、まあ、いや自信あるあるわけじゃないよね、見ただけだよね。あ、でも G ガンとか俺逆にあんま出てないから、俺永田に G ガン縛りでやってほしいんだけど。あー、 G ガン縛りマジザコレされそう。 G ガンさ、マジで師匠見てたら怒られちゃうよ、いっぱい見せて。あ、これも最初までいっちゃうんだ。あ、そうそうそう。あ、じゃあ G ガンでなんかないの？ G ガンの、ちょっと待って、機動戦士ガンダム。あ、ちょっと待てよ、これ何？クイズの種類を。あ、ちょっと訪れしてんな。あ、本当だ、訪れしてる、訪れしてる。はい、じゃあちょっと一旦切りますよ。一回切って、あ、後ろ一応壁紙なんですよ。あ、なるほどね、映像が映ってない。いちいち撮り直さねえとな、訪れすんだよ、訪れの。クイズの種類を選んでください。ダイレクトサウンド、はい、 OK です。あ、俺がやるんだ。あ、じゃあ、なんかまた一つちょっと簡単を。 OK、 10問くらい縛りでさ。 OKOK、 タイトルを選んでください。シードデスティニーちょっと見てないから、シードデスティニー。ああ、いいよ、確かに全然シード出てこなかった。シードデスティニーなんか1問も出てなくない、うん、じゃあ10問でいくわ。ああ、そうね。あ、うるさいうるさい。え、うるさい。あ、音でかい。あ、いや大丈夫、みんな慣れろ。あ、あ、脳内、あ、鼓膜なになったって書いてある。あ、鼓膜なになった。やばいやばい、いかれてる。張り替えて。え、これ下げてる音。いや、たぶんこれ慣れるよね。慣れる。たぶん音がね、どういや多分これで大丈夫だ。ゲーム音はこれでしてるの。じゃあブライトさん戦えんのかよお前。あれ、俺たちの声は、いや多分あの原因的にちゃんとなってるから大丈夫です。え、大丈夫、はい、大丈夫。いや多分もう大丈夫。いきなり急に出てきちゃったから踊れちゃった。ああ、そういうことね。失礼しました。ちょっとキラシード使ってるよ。ミレルバは地球連邦軍ガーティールを何という名前で出てきた。え、わかんないんだけど。あ、ボギーワン、バギーワン、バギーワン、ボギーワン。あ、これ簡単なのか。簡単なのこれ。いや簡単に属されるのかみたいな。デスネが当事者、もうちょっと最も早く60分以上待ってな。いや、でも普通に考えたらインパルスだろ。うん、俺もそう思う。ああ、さすがにな。俺もそう思う、さすがに。新アスカが一つくらい母艦は見れれば見れればだよね。おお、素晴らしい。レイザーバレルがザフトのカーペンタリーを作りました。は？は？バイオリンかチェロ？ピアノ？ピアノ？ああ。いや、何？これ簡単なの本当に。オープニングを歌ったところで男性ユニットは次のうちオレンジレンジ、ケミストリー、ケミストリーか、ケミストリーかな。おお、やるやる。これ歌ってます、ね。いいですね。ラックスの影武者ミヤキャンバーがいつもされたハロの色。ピンクじゃねこれ？あれピンクじゃない？レッド、ブルー、パープル、パープルか。え、レッドか。あ、パープルかレッド。パープルかレッド。いや、簡単なのこれ本当に。インパルスのパイロット、シン・アスカの妹の前、マユ。マユです。マユです。マユだね。マユらはあれだもんな、あのシードで死んだパイロット。で、あと太ってる人ですね。ミネルから受信する。あ、これなんだっけ、デュートリオンじゃなかったっけ、これ。これ義務教育ですよ。ああ、だよね。あのビーム出てくるよね。わかるかしら。メサイアの、ね、レクイエムを破壊したのはネオロアノーク。レオ…シーンアスカじゃないの。え、レクイエムなんだね、これ。ちょっと待って、もうそれが今結構むずいね。カオスガイドガイスとジョアリスアスランザラの将イージスか、イージスか、セイバー、あ、セイバーか、セイバーか、セイバーか。そうだね、シードデ、シードデスティニーのあれだから。結構さ、この時間を見ながらだからお前難しい。難しいね、これ。ちょっと、もう一回やろう。あ、ヨガキ。あ、ヨガキで。ドラデコさん610円あざます。キュウリやマヨネーズとごま油と味噌混ぜたものにつけて食べるのおすすめ。いや、あのね。シードでいくわ。いや、あの、わかる。つけた方がいい。まあ、とりあえず、あの、アーケードが終わったんで、はい、キュウリなし。ああ。
や別にあの俺がやるときはやってもいい。まあそういうことね。だったら別に残しておけばいいや。アルバトロスさん200円あざます。キュウリは塩で食べる派です。ありがとう。今日塩探したよね。あ、そう、塩探したことなかった。ないない。まあ俺らがちゃんと権利聞いたりしないの。いやまあそうなんですけど。問題だよ。これシード簡単。もちろん。ナタルバジルールを演技してたの。あ、これは義務教育ですね。ナタルえ、ナタルってあのマリュー艦長の横にいた人。え、全然ピンとこん。劇中でディン、ゲイツ、シグ、ジン、ディンの、あれジンか。やる素晴らしい。指揮官用ディンとゲイツ、シグ。おお、そこ連載ってのは強みだね。キラー様と、いざ、ん、あ、スラん、あ、抑えのラジミ、アドバスランでいいか。なんかちょっと若干差異、あれ違うよ。いやあのね、怖いね、わかるよ。アークエンジェルのクルーとこういう形のカゼイが帰還した場所は、オーブ、ヘリオポリスか。ヘリオポリス、え、オーブで風が降りたね。コーディネーターで国家をなんというか、プラント。おお、素晴らしい。ラックスクライン演じているのは田中理恵さん。おお、素晴らしい。問題だよ。強性能と言われているのはモビルアーマー、モビルスーツ。え、なんだこれ、俺わかんない。モビルスーツじゃなくて。ああ、でいいんだよな。うん。ファイターとかあったけど。それ別だね。ムルタ・アズラエル。え、これわかんねえ。誰だよ。少年時代。普通に大人時代はわかるんだけど。これ適当。ああ、適当なんだね。これ適当。人殺しじゃない。戦争をしてるんだ。いい、おお、素晴らしい。脚本を手掛けてる。え、脚本？え、シード？あれ？え、わかんない。脚本。なんか両沢千秋さんってなんか。大川はこれあのメカニックの。なんかてか、あれこれってなんたら千秋さんってあれ名前が違っ。いや、ちょっと分かんない。結婚したとか。親子これ適当言ってるから知らないけど。俺さ、エクストラやってみてんだよ。あ、エトセトラ。エトセトラね。あ、奥さんだよ。やっぱそうか。だからなんかあの。ああ。だからなんかあの夫妻、福田夫妻？ああ。とかじゃだったっけ？このね、この MSV とかいろいろ出てくるやつどうしよっかな。これちょっとビジュアルやってみて。これランダム、これ30枚やってみようかな。いや、どういう問題が出るかすげえ。エトセトラ、うん、相当マニアックなの来そうじゃない。来るかな。あ、亡くなってられてるんだ、知らなかった。よし、キュウリ2本目いきます。おお、ここも30問キュウリ。30問キュウリいきます。もう一気にまとめていかなきゃいけないじゃん確かに全部間違えたら。これ何？これってさ、解禁？多分解禁なんじゃない？解禁キャラいるのこれ。やっぱシャアでしょ。いや、そう。椿下月さん、いつもあざます。1220名いただきました。仕事の休憩時間に連宮投げておきます。ガノタのための生放送スコです。問題が出るたび日暮さんがはっていうのくさ。いや、本当だ。いや、これはだろ。よし、行くぞ。とせたら問題。ビジュアルだからね。あ、ビジュアル。あんな、このモビルスーツ、これ砂かすじゃない？あ、こういうのが出てくるのか。エンブレムつけてんのはこれランバラルだね。 RS。 次は、バンこの、あ、これは、Z タイプザク簡単だぞ。簡単。あ、でもまあごちゃまずだからあれだよね。いや、簡単。あ、まあ確かに簡単も混じってるから。ちなみに簡単かと俺、なんかこう、あ、これはあれじゃない。お、これはわかる。 おー、パーフェクトガンダム。解禁頼む、黒部で確かにパーフェクトガンダム。これはこれわかるんじゃない。え、これなんだ、これわかるんじゃない。ティターンズじゃないのこれ。おー、やるね。ティターンズしかわかんない。ティターンズ、うん、ビジュアルだから簡単ってとこあるんだかな。何これ。これも義務教育ですね。早っ。え、そうなんだ。シャアズラブルってこんななの。うん、逆車の時。あ、逆車。これガンダム5号機ですね。おっと、なんかビジュアルだから簡単説あるな、これ。エンブレ、お、これ分かるんじゃない。え、なんだこれ、ウルフ、ん、新松永。え、誰これ、怒んなもん。あ、新松永、あ、新松永、怒ってる、怒ってる。これは、は、これヘイズル、カイの方だな。なにこれ、いや、当たり。いや、なんかやっぱアドバンスドオブゼータ出るんだよね。
MSV でこの、極地戦闘型ドームトロピカルのタイプだが設定スケール、これは100分の1は？なんでわかんの当たり前のように。いやこれガンプラ屋さん行ってればわかる。あ、これ義務教育です。これはわかるっしょ。これはあれか、あの、え、あの、え、アムロレイじゃないの。そうそうそう、アムロレイだよね。はいはい。このモビルスーツの名称はこれプロトタイプドーム。え、ドームトローペンとかとの違いわからんが。は、全然違うが。お、これはジュ、これわかんじゃない。ジュワックかアックかい、アシストだよな。うん、ジュワックアックかい、え、ジュワックかアックかい、アックかい、あ、わかんない。いや、これ二択だった俺の中で。まあごちゃぐのはわかる。アックかいのアシストだな。この機体のパイロットといえばこれランバラル専用の旧作です。ランバラル専用の旧作なんてあんの。まあプラモデルだけどね。ああ、え、なにこれ。これはジョニーじゃない、これキマイラ隊じゃない。え、マジで強い。問題、いや、ビジュアルは余裕なんだよな多分。エンブレムつけてんの、あっと、これサイクロプスかな。え、わかんない。あ、よかった。問題、おい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 、いいのか。全問言ってるよマジで。ま、このモビルスーツの名称はこれず、あ、ハイゴックか。おー、ハイゴックのアシストでいるよな。ハイゴックのハイゴック。バンダイのプラモデル、これは誰専用、これわかる。ん、何、ドズル、ガルマ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 か、ドズル。あ、さっきあれだからドズルか。これガルマです。あ、ガルマなんだ。これガルマです。いいな、人にマウントとちょっとなんか知識。え、同じ問題出ちゃった。同じ問題出てきちゃった。そういうこともあんだね。あ、なんか ビジュアルってあんま少ないのかな。難しいですね、よかったんじゃね。いや、難、あ、そうか。あ、本当だ、同じ問題出ちゃったね。あ、なんか同じ問題がどんどん出ちゃったね。あと2問くらい続くならちょっと切り上げてもいいな。なんか多分あれだね、問題数がちょっと足りないね。ビジュアルが問題数足りないだけだとね。まあ、普通の4択に。あ、帰るか。あ、帰れるんだ。あ、帰る帰る帰る。すげえな、お前余裕の全問正解。これ冷静に。あ、エトセトラだから。あ、やビジュアルだからだと思う。あ、そういうこと。うん、なんか4択でやってみるわ。普通か難しいよ。難しい死ぬか。わかんない。ランダムの方が面白い。まあ、まあ確かに簡単もありつつか。適当に紙入れても。ゾック、いや、ちょっとさすがに簡単すぎだな。みんなちょっと今のビジュアルは義務教育すぎだぞ。マニュアル、あ、まあ、マウント取ってやがる。簡単すぎたな。ほら、こういうの、こういうの。これエリアルドハンターです。は、誰誰。ここから多分むずいぞ。は、いや、 SD はわかんねえ。何これ SD はわかんねえ。まず何、爆熱丸、爆熱丸、天狂剣。おお、いけた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 。最も早く制作されたのはコガンダムですね。おお、よかったよかった。先行の朝をやる主人公の名前は、ああ、まあ、簡単も入ってるからね。ああ、まあそうだね。これノア君ですね。いや、でも やべえ、 SD ガンダム来るのか。 SD は全然無理だわ。シンクの稲妻の登場ね。ジョニーライデン、ライデンですね。これちょっと簡単が混じってるかな。ジオリジン、シャアセイラ編の主人公はシャアセイラ編、キャスバルか。キャスバルか。シード X アストラよりドレッドノートガンダム、ニュートロンジャマーキャンセラー。おお、いいですね。さすが持ち木、かつての。はいはい、ドレッドノート。アストラ R よりリジェネレイト、これはレッドフレイム。レッドフレイムなんだ、ね。フレイム。セガタさん、起動セグ。ギレンか。あ、これギレンだ、ね。ギレンの野望か。これをよく聞くよね。オデス、ティンコットのパイロット？なになになに。わかんねえこれ。キュウリ？いや、もう こんなん強いやつ、テネス A ユングの適当に。誰だよこいつ。はい、1キュウリ久しぶりの怖さ教えてやる。1キュウリです。レッドフレームの、え、わかんのこの景色番号。番号 ZGMF は絶対違う。まあそうだね、フリーダムっぽい。え、プロト2かな。よっしゃ、トミノってコメントあったんだ、トミノの野望。主人公ユウが乗らないのはデザジムじゃないかな。おっしゃー、ジムコマンドとジムは乗るんだ。乗る乗る。ガンダム X、 アンドーゾー。ああ、これこれ誰だよ主人公のリックって。これ、いや、これ漫画のやつだよね。これ漫画のやつだよね。ガンダム X 乗ったら黒いガンダム X で出てくるやつじゃなかったっけ。あ、これはやったね、さっきやっちゃった、ね、これさっきやっちゃったね。
エリック、は誰誰誰R1A タイプのザクの特徴として謝っているぞ。謝っている、わかんねえ、くそ、爪のマーキング、誰ですか。ハイペリオンが装備しているアルテミスの傘、これはアルミューレ・リュミエール、これは多分バサシリーズやってれば簡単だから、技名で言ってくれ、ありがたいね。アムロはこれあの陰謀です。はぁ、セイラさんのなんか陰謀持ってるとたまに当たらないみたいな。ランバラル専用旧型ザクは青、そう。いや今の問題結構お前あっさり言ったけどだいぶやばい問題、やばそうだけど難しさも、これいけんじゃない。先行の登場キャラクターはギギアンダルシア、多いですね、これタイムリーだね。ギギアンダルシア、これみんなタイムリーじゃないかな、この作品。あ、行く、爆裂丸来ちゃう。待って待って待って、いやちょ、バツか四角、二択。あ、重さ的に、ね、キログラム、グラム、グラム数、あ、キロ、あ、キログラムじゃない、普通に、はい、グラム、グラム引っ掛けだね。あ、それ引っ掛けだね、よしよしよし、適当にやったけど。足のついたジオングは通称パーフェクトジオング、やるじゃないか。陰謀お守りえぐい、陰謀引っ張るね。は SDG の秘密基地プランベースを、いや、わかんねー、落ち葉は絶対ないでしょ。こういうのってね、雲に隠されてるんですよ、ラピュタですよ、ほんとに。 SD はほんで履修してね。一般にどのモビルスーツが出現により、モビルスーツの第2世代が、これリック・ディアスだね。あ、そうなんだ、ね、そうそうそう、え、リック・ディアスなんだ、マーク2とかじゃないんだ、これ第2世代はリック・ディアスです。先行のハサベより、オエンベリでの金バレー隊の声を放映した。は、これロンデニオンだったよ。よし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 、先行のハサベちょこちょこ来るのいいな。そう、初代スーパーロボット、あ、これはね、ね、これ F91、 おい、やったことある。は、だいぶマニアックだな、これも。はぁ、 SD ガンダムフォース、キャプテンガンダムってなんすか。キャプテン、これ多分神谷博士さんのね声が、これ大体ソウルドライブですかね。あー、ここが適当です。あー、これ適当。いや、でも当ててる。アストレより、アストレゴールドフレーム、アマツ、アマツ、あー、これはまあ、これアマツ、まあ、サシリーだってればね。トズル専用ザク、あ、これさっきやったね、これ金だね、はいはいはい。ブー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 、1問しか間違ってない。いや、このまま突っ走りで新松永の最終階級は、え、タイ、タイだと思う。タイ、よし、すごっ。あと1問、連邦軍が占拠したグラナダに付けられた名前は、ファーストステップ、よし、すごっ。190、よ、すごっ。あ、うわ、うまい、うまい、うまい、なんか当たり前のように正解してる問題結構やばいの。かっ、気持ちいい。多いけどね、これマウント取れるね。これね、ヒューさんにマウント取ります。俺にかよ。視聴者に、リスナーさんにマウント取れる。いや、リスナーは。あ、じゃあせっかくだから、こういうのやってみようぜ。オッケー。これな、何が出るんだろう、ね、どうしようかな。何の作品に出てるの。あ、2キュウリ。あ、2キュウリだった。あ、2だった。あ、2だったか。うまい、うまい。これ、名台詞クイズってなんだろうな。名場面クイズはあれだもんね。あ、じゃあ名台詞いいね。うん。名台詞。うん。なんか10問でいいじゃない。なんか10、なんかね、フルボイスだから。うん、よいしょ。じゃあカイさんで言ってみよう。ああ、全員声あるからね。マメさん200円あざます。面白そうだったのでアマゾンでポチりましたが、想像以上に難しくてクリアできる気がしません。いや、わかるよ、これはやばいよ。行かれてるもんで、あんな子が、え、何これ、好きなのか。ドヤ顔で間違えた1個目。何をやったかで、え、これ、いやー、これ人間の値打ちだった気がする。人間、あ、結構あれらしいね。これむずいな。いいね、これあれだね、名場面クイズの簡易版って感じか。え、戦いに美しさなど必要ないよ。アムロレイ、あ、ゼータの先の子、ゼータ、え、これいいな。なんということだ、あのモビルスーツは戦艦並みのビーム砲を持っているのか。ちゃんと喋ってくれる。あ、そうだね、全部。あ、じゃあお前もフルボイスで。え、俺も。逆に黙るとこじゃないの。何、何、次こそ。いや、次こそな気がすんだよね。次こそ、うわー、次こそか。あ、難しい、結構難しいね、この。ん、何々が落ちた、なんだ、ソロシャアじゃね。え、シャア、え、あれ、わかんないよ俺は。シャア落ちないんじゃない。いや、赤い彗星が落ちた、ね、おいおい、これはっきり言う、気に入らんな。やべ、怒ってる怒ってる、絶対。さっきお前シャアが落ちたなって言うから怒ってるよお前。であった、あ、君の父上がいけないのだよ。敬礼して、いや、結構難しいわ。そうだね、これちょっともうちょいやりたい。これもうちょっとやりたい、これ30問くらいいきたいね。
局長だ局長。アクシス、行け。忌まわしい。忌まわしい記憶とともに。忌まわしい、忌まわしい記憶とともに。いい声だ。ゼロ八。自分とて日の股から生まれたわけではない。あ、これ難しいです。え、てかこれいい。はい、これいいね、これいいね。フルボイスで聞けるから。でも三、もう自分でかじってるわ先に。あ、そうか、簡単に7問って出るもんね。うん、なるほどね。あ、これいいね。いい。声もちゃんと全部入ってて。そうそう、え、ちなみに今のって間違えたやつにも声言ってくれてた？それ出てない。あ、いや言ってたよ。あ、言ってた。うん。なるほどね。あ、シャアが落ちたわ。キシリア。あ、キシリア。あ、キシリアか。あ、そあるんだじゃん。まあ、ちょっとじゃあ耳に残ってたからお前。そう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 。なるほどね。クイズマジックアカデミーじゃん完全に。これ出てこなければやられなかったのに。あ、これいいね、うん、しかしなんだろう、ジオン公国に栄光あれ。テンポいいな。第一目標敵のモビルスーツだったと思う。あぶねー。ちょっとドキドキする。敵のモビルスーツ読んでくれんのいいな。間違いない。ミネモを頼む。何なの、強い子に育ててくれ。いや、オッケーオッケー、ちゃんとブーストかかってきた。光と人の命が、あれは憎しみの光だ。光とソーラレイですね。おー、出てくるね場面も。いやいや、だんだんだんエンジンかかってきた。紐づいてる。ガルバ聞こえてみたら、君の生まれの不幸を呪う。やばいやばい、シャイルシャイル。聞こえていたら君の生まれの不幸を呪うが。いや、いいなこれ。ヘイヘイ、セイラさん。セイラさん、いやー、お世辞だった気がすっけどな。え、気休めかお世辞の二択だな。むずいね。気休め。よーし。今お世辞行くかと思った。いや、俺お世辞行きそうだった。いや、危なかった。ああ、これあの金玉ですね、これ。はい、ブリ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 。金玉。自分とて木の股から生まれたわけではない。私とて。私とて。ザビ家の男だ。ザビ家の男だか。ああ、そうか。初代多いな。本当に。そうだね。初代引きされてんな。てか、それこそあれシードとかあれ声がなかったからないのかな。あ、笑うなよ。映画見て。これ義務教育ですね。ゼータと。強制された。少し骨毛になったって。いやー、これ仕方ないだろうね。仕方ないだろうかん。仕方なん。おお、まあまあこれちょっとね、ブブーンを読んで。まあそうだね。ウラキの表情変化でじわじわ来る。白紙になる急に。目の良さが命取りだ。ああ、これは有名。これは有名。これは有名。応流できそうにありません。自分は死に場所を見つけました。これもう言ってたよ。あれで言う？あ、言う言う言う。あ、言うんだ。義務教育です。あなたの来るの遅すぎたのよ。あ、遅すぎたか。そかそか。あ、アムロと。アムロが来るのが遅すぎちゃったんですね。俺は臆病者？いやーいやー、くしどい。いや、臆病。なになに？臆病者。軟弱者。って引っ張ってたかお前。1。君こそが星のクズの真の目撃者。ああ、さっきのあれだ、さっきあったね。あ、そうだね、そうだね、さっきちょっとあった。星のクズの真の目撃者なのかもしれない。いい声だ。今ララが言った。ニュータイプは殺し合う道具ではないって。殺し合う道具か。今ララが言った。いや、これもし義務教育だな。なんか微妙な知識しかないから。これでは道化だよ。微妙な知識しかないにわかだとさ、なんか、うん、え、こっちかなってなるよ。さ、ああ、人間よりモビルスーツの方が大切なんですか。テブレージャー。いけてるいけてる。え、今何？一。一九。私の手向けだ。アルウェと共に仲良く暮らすがいい。これ最後のあのバズがあったところ。ああ。ザンジバル。姉上と仲良く暮らすがいい。あ、さっき敬礼がどうこう。あ、そう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 。は？最大限に考えて。生き延びくんだな。おお。与えられたものの中で最大限に考えて生き延びるんだな。あ、失敗。何なのカラー？ジオン。ジオン。え？ジオンかな？え？いや、
マジ二択だった。いやこれちょっと場面を思い出せない。あんたなんだ、セイラとか言ったよな。セイラ、ああいや、さっきのマクベナ分かんなかったな。あんたコズンに言ったやつなのかな。あれかスパイとかそういう話。いやだから、いやー私のガンダムかーこれあれか、紫豚パープルトンさんですよ。この輝きこそ我らジオンの、今さっき言ったズキューンって言ったけど、正義の証である。これ問題のところズキューンっていうのか。ズキューンなんか言う違うバシンガローソクで、今じゃ肌触りこそ戦争よ。今ちゃんと俺ここの効果を聞いてなかった。今やっと分かったけど、ちゃんとマシンガンとかズキューンとかなんだ。えい、連邦のモビルスーツは、あズキューンだよ。化け物か。連邦のモビルスーツは化け物か。お前ももう大人だろ。戦争、これセイラに言うのか。そう普通いい女、あいい女なんだ。これ最後のところだね、画面のところとは違う。あ、そうなの、うん、場面違うよね、これ。変わっていくのね。何これ、これ私たちだった気がするんですけどね。あ、よかった。やっぱね、にわかにはね、なんか全部同じに見えるって言ったらあれだけど。スタラス。お、これわかんじゃない。何、おむつじさんでお供します。よしろ。これ義務教育です。このゲーム義務教育多すぎる問題。2。2問、28問だから2問。OK、勝率 93%。これあれですよ、あのスクショをしてあのツイッターに貼るやつ。トイ選手スクショ。トイ選手スクショみたい。めちゃ勝てた、ありがとう。いやめちゃ勝てた、ありがとうだ。マッチング緩かった、きつ、マッチング渋かったけどだ。あ、すげえ。いっぱいある、この名場面クイズ。え、めっちゃあんじゃん。これいいな。いいな。え、でもやっぱあれ。これね、あるのはあるの。初代と。これやったのがこれで、やってないのが逆シャーと。あのスターダストメモリーと、うん、あの脱出最終話。スターダストメモリー俺わかんないけど、お前いけるの？わかんない。じゃあどうしよう、この3つやって終わりにする。日がちょっと時間があれだしね。あーオッケー、まあそう、あそう4時半か、うん、そうやってちょっとスパチャ読ませ、そう読ませていただいて、じゃあ終わろうかな。じゃあ脱出いくか。おじゃあそれはアムロだ。赤門さん、600人あざます。こんにちは。帰ってきたら配信をしてたので数ヶ月ぶりの年貢です、今回関係ないですし違ったらすいません。いつぞやの配信で永田さんが話をしてたのですが、日暮さんの誰かが明け版のエウティタがオツデラをやってた時に、敵にサイコガンダムが来てボコされて喧嘩に、あのサイコガンダムがサイコマーク2で入ったみたいな。あ違う、それはどうしよう、あのあれだ、明けだ、俺が初心者の時のっていう話。そう違う、それは俺が初めてゲーセンに友達に教えてもらってデビューした時は、あのアケをやりたいから、あのアーケードのコンピューターソーやりたいんだけど、強い人とかがいる中だとやれないじゃん、で結構人気だったからさ、あのお前でゼータデラックスの配信したらわかるでしょ、あのかかあのゲーセンなのにあれサイコガンダムマックス選べんだよ、はいはいはい、あれで一人の人に二人でサイコガンダムマックスで入ってタイムアップにするっていうバケモンみたいなことをサイコガンダムマックスであのビームライフル効かない形態になってタイムアップにして、であのもう相手の人もしょうもなって言ってやっぱ帰るから、その後にコミセンを二人でやるっていうガチで初心者だったから許して、時効で許して、はい、じゃあ三つ名場面クイズやりますか。それどこなんだ、ここ脱出、もう、脱出タイマー終わった後、うん、あれ今からタイマー、あこれラストシューティングするか、ああ倒すべき相手がなんだろうこれ、あれどこにいるかをじゃないか、あどこにいるか、えザビ家なの、あごめんごめん、ザビ家だこれ、やめ急に、いや今ちょっとエンジンかかった、ザビ家の統領がわかるんだ、そうそのララが与えてくる、いやここマジで自信ねえな、ありがたく思うのだ、ララを戦いに引き込んだ、戦いに引き込んだ、あ巻き込んだと、なんかそれが許せんというのなら間違いだな、何戦争がなければララーのニュータイプへの目覚めはなかった、貴様が揃うのか、違うか、なんだこれ、いや難しいなこれ、何これ誰ごと、それはリキさん、全然違う、俺全然違う、いやでも二択だった、生き様がそれが言うのか二択だった、正しいものの見方だ、結構わからんね、いや難しい、今
ニュータイプは危険すぎる。私は君を殺す。これで終わりか。うわあ、最初のボンミスゴミ。アルマジキ。いや、アルマジキ。これ今しめのクーリ。私は君を殺すってこのここで言うんだね。あ、そうそう。あ、でも結構ガンダムで言うよね。じゃあ次、これスターラスメモリー。これ2話しかないんだ。うん、なんかこれしかないね。裏切りしよう。ちゃんとね。うん。俺見てないかわかんない。どこなのこれ。これ最初の、あ、最初なんだ。あの2号機呼ばれちゃったところ。いや、ここ意外、あ、これ3年待ったのが来ると思った。あ、なにこれ。分別のない者どもに、よしよし、そう邪魔されてたまるか。これだ。いや、意外とここ覚えてるからいけると思うんだよな。地球からの悪しき呪縛を我が正義の剣によってな。よしよしよし。ヒグさん、ここ分かる？いや、俺全然分かんない。俺だって見てないもん。揺れてる字が。なら、対極的にものを見ろ。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。これ6問が結構多いな。そうだね。はい。私は敵だぞ。あ、そうなの。そうそうそう。なんかこうがちょっと返事しちゃったから元気よく。いや、敵じゃん、こっちみたいな。いいところ行ってベジータ。もうベジータ。ほんと言ったはずだ。戦う意味さえ返せぬ男に。よしよしよし。おお、いけてるいけてるいけてる。サーダスメモリーいけるぞ。連邦の士官だ。これ聞いたことあるんじゃない。それは一人前の男のセリフだ。とどめだ。お、とどめだ。これか、これ格技の書だね。格技だよね。とどめだ。抜かった。覚えておけ。え、こっから何が来るんだ。お、いやー、星のクズを阻むものだと思うんだけど。うわー、全問ならず。全問ならず。難しい。俺スターダストは全然見てないから。難しいわ。いやー、さっきからボンミスが多いな。だらしねえな。だらしねえじゃ。だらしねえな。じゃあ今日最後ラスト。ラスト。逆者。逆者はこれだけ。あ、だから本当にもうこれだけ。解禁されるかわかんねえんだけど。ああ、そういうことね。まあ、とりあえずあんのが、まあ今までやったやつ。まあ逆者だな。逆者、いや、やるやる。アムロ、あ、これってあの、このアムロしかいない。このアムロしかいない。ブレッドさん行け。鈴沖さんの声だからな。いやー、これは好きだから行きてえぞ。3本しかなくない？本当だ、3本だ。少ないね。どこなんだろう。あ、ニガディのところか。人が住めなくなる。いいね、大人な。いや、大人な村だね。核の冬が来るぞ。ブライトさんもなんかうおーってなって。地球に住む者は自分たちのことしか考えていない。だから抹殺すると宣言した。抹殺すると宣言した。いや、これはね、行きたい。これは行きたい。人が人に罰を与える。あ、変だと。おお、黄色で揺れてるよ。シャーズナブルが粛清しようというのだ、アムロ。エゴだよ、それは。エゴだよ、それは。エゴだよ、エゴだよ、エゴだよ、それは。終わった。あ、これはさすがにね。あ、これはさすがにね。よしよしよし、まあ、だいぶ楽しんで。いや、てか、だいぶお前のガンダム力を見せつけられた。ガンダム力。ガンダム力だよ、これ。あ、よかった。いや、でも、いや、難しかった。普通にすごいと思う。おお。長田マジでガンオタだなってみんな見直したんじゃない？俺はとりあえず見直してくれた？俺は普通に見直した。いや、正直勝率ね、うん、悪いけど勝率8割くらい欲しかった。あ、やべえ。なんか苦言を苦言を勝率8割欲しかったな。お前の実力なんで、あの2択を当て続けれればな。いや、すごかった。いや、でもね、いや、でも面白かった。でマジで、ま、お前この昨日と今日のこのね、うん、PSP での、うん、このネクストとトイ戦車全然まだやって遊べるだろ、これ。そうだね、なんかもっとガンダム知ってるやつ叩いて、まあそうだね、なんか2人でプレイとかで勝負もできるらしいから。あ、そうなんだ、うん、あ、そうか、 PSP あるし、うん、そうそうそう。今回はちょっとヒグさんにあのガイアになってもらった。まあ俺はもう無知のガイアよ、うん、これは全然いけるね。いけるね、面白かったです。じゃあちょっとあのあとスパチャをね読ませていただきます。ハンマーナオさん620円あざます。お疲れ様です。
キュウリの直近の市場価格が62円らしいので10本送ります。味噌つけてどうぞ。いやもうなんか最後らへん食うのに抵抗なくなってたから、これは農家の方に感謝できた。好きになってしまったな。素晴らしい。でこれブリ大根さんでいいのかな、540円あざます。通算54キュウリお疲れ様です。これアーケードかな。んあーアーケード、あーそういうことね。これがこのような果て。54キュウリ分ミスったってことか。いや結構ね良かった。でイサミさん610円中山あざます。ブラックアウトからの激アツ演出、いやスリープ入っちゃった時、あそういうことか。あそうかそうかそうだね、そこら辺もやっぱ、ね、おじおじ喜んでいただけたと思います。あの放送事故も好き、放送事故も好きです。これキュウリってな、あ面白かったです。あよかったよかった、うん、いやクイズどうだろうかなと思ったけど、多分結構あのコメントの流れ見る限り、うん、結構みんな答えたりしてたから、うん、面白いわ。おのおの楽しめたんじゃないですかね。全然やってまたやりゃいいと思う。レオシュー君もわかるでしょ。クトイス。いやどうだろうね。てかガンダム勢で詳しい人誰？俺パン君以外特に知らないんだよ。パン君詳しいね。パン君ガチオタだもんね。うん、かパン君えみんな知ってるよ。パン君が普通ちまあ、ガチオタなの。パン君強キャラ中でなんか、ね、強キャラ中でみたいな、そうそう強いから使ってるんだろうみたいな感あるけど。ガチでガンダムめっちゃ好きで何回も見たりして、ね、あとラトウとかも結構喋れるんだよ、ね、あそうなんだ、うん、だからね全然それガンダムトークできるよ、ま、ねでエルマンフーさん、センスポちゃんあざます。キュウリって生で食べてるんですか。はい生で食いました。これ、うん、あの残ったキュウリあのおばあちゃんにあげます。おこれ適当に調理してやってくださいみたいな。でアーヨーブンさん250円あざます。こんにちはいつも見てます。ありがとう。中田リスナーそんなバーサシリーズ以外の配信でも来てくれるということは俺のことが相当好きということで。中田のいい中田リスナーよ。中田ヘビーリスナー王国民よ完全に。よしなんか今日もたくさんスパチャありがとうございます。中田さんじゃあヒグさんも帰るもんね。そうもうあとは撤収よ。あとは撤収ですね。ちょっと軽く飯食ってはい、はい、じゃあそんなわけなんで今日は終わりです。またいやよかいや PSP ゲームいいな。他にもちょっと漁ってみます。うん、まあてかなんかいろいろあるよねガンダムのゲームって。あいろいろある。意外とまあ画質荒めではあるけども見れんことはないっていうのが昨日のネクストプラスで判明したから。あはいはい、まあいろいろね見ようやってみようかなって思いました。まあ、お前はもうあれなんだよ。エクストリームバーサスシリーズだけじゃないね。いろんなガンダムだねな、まあホラーゲームとかやって、ね、なんか。いろんなところに行ければいいかと思います。そう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 いうことよ。はいじゃあ今日は終わりです。お疲れ様でした。またお願いします。またお願いします。